皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩乃です。本番直前ね、はい、さあ最後のコーヒー一杯ぐっと飲んで聞かれていこうかと思ったらむせて気管に入ってうわってもう何回も、はいはい、ね、マイクチェックしないといけないのにちょっと待って気管に入ったってずっとそれがほんま20秒前のことでした。落ち着きないでみたいな感じですよ。そうです ね落ち着きのない日々ですね、うん、2022年。なんかせっかちになっちゃうしね、はい、不安なことも多いし。多いです。多分みんな暇なんだよ、うん、そうなんですよね、うん、テレワークになってみたり、そう、ね、自宅待機になったり、時間も意外とたっぷりあったりとか、はい、いろんな今までだったら世話しなくやっていることとかがやんなくてよくなってるはずなのに、ちょっと気ぜわしい気が。そうです。で来週もう節分だからね。はい、そうですよね。そうだよ。うわー、鬼が来る。鬼がもうみんな豆買ったあとお面買った、ちゃんと恵方巻きの準備とかもありますもんね。そういやスーパーにあるんですよね、はいはい、コンビニとか あるわと思ったまんま通り過ぎてます。あれさ、売ってる豆についてるお面があるじゃない、はい、ありますあります。紙のものとかプラスチックのものとか、そうですね、あの顔にも若干の好みがあるよね。あ、俺この顔嫌いとかこの顔好きみたいなのがあるよ ね。たまに本気で怖いのとかありますもんね。私ちょっと可愛いのが好きなんです丸っこい顔のおじさんが好きなんですけど。川村さんは一人暮らしじゃないですか、はい、誰に向けて投げるの？もう投げませんよ。あ、しないの？しないです。だってだから片付けるのも自分だけじゃないですか。なんか寂しい気がするから。いやでもその家の醍醐味というかさ、ええ、お庭外袋内で、はいはい、まあ、ベランダからちょっと投げたりとかして、ええ、で、あ、なんか去年のがまだ残ってたみたいな、ああいうのがちょっと家の醍醐味。そうですよね、実家にいた時はしてました、うんうんうん、してましたけど、鬼のお面に向かってお母さんと一緒に目に当たったら何点とか言ってゲームみたいにしてやってましたけど、うん、一人暮らしになってから、まあ、もっぱら食べる専門ですね。あ、うん、いや川村さんがね、はい、その一人暮らしを満喫されてるのはいいんだけども、ちょっと違うんじゃないかっていう異を唱えている方がいらっしゃるんですよ。蛇使い座、はい、からなんですけど、川村さん昨日のクイズ、はい、そして先週のクイズ、2週連続で川村さんのクイズにがっかりしているんですけど、ちょっと昨日の反省をしましょう。はあ、反省することありますっけ？洗濯機の後ろに歯磨き粉の蓋が入って落胆しているとおっしゃってましたね。そうなんです。むしろ、はい、おい川村、チャンスじゃろうが。チャンス？洗濯機の後ろに歯磨き粉の蓋が入っちゃって取れないんですってさりげなくアピールして狙ってる男に来てもらうじゃろうが。そして1回目はそれをやってもらっただけで帰ってもらう。ああ、その次が勝負だろうが。なるほど。東村明子先生に何を学んだんですか？そうだった。河村さん、はい、がっかりです。そうでした。東村先生に一旦相談すればよかったですね、はいはいはい、そしたらまた違った回答をいただけたかもしれない。歯磨き粉の蓋がちょっと洗濯機の後ろに落ちたんですけど、はい、先生どうすればいいですか？いや知らん。それは自分で考えず、一言足りない、一言足りないです。これを恋につなげたいんですけどって言えば多分先生は親身になって相談乗ってくださるはずなんですよね。それが落ちたんですけど先生どうしたらいいですかは確かに分かんないと思います。いや川村さんはそのスパルタ婚活塾、はい、まで読んだにもかかわらず、はい、何にも変わってらっしゃらないですがっかりする本当ね。いやいやいや、だいや変わったかもしれないですよ。だけどここで出す必要がない、はい、いやあのさ、どん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 出していくべきだよ。たださ、はい、誰かが本当にいい人紹介してくれたりとか、あ、ほら出会いなんて、今までさ星の数ほどの出会いがあるでしょ。はい、ありました。で、はい、人間の目で見える星の数って2500個って言われてるの、はい、だから2500回の出会いがあったら、もう終わんの。
簡単に言えば、もう、うん、そろそろ玉切れだぞそれ考えたら言っとかないと、補充してほしい、言うと、うん、その1回切りでいいわけよ、その2500人に好かれることなんか何もないの、まあ、そうですよね、2499人にあいつメス豚だぜって言われたとしてもよ一、はい、人に、はい、いやもう最高は、もうこんな高嶺の花が間違いない、天使が降りてきたって思ってくれる人が一人いたら間違いないです、勝つのが恋愛なのよ、そうですよね、一、はい、人だけいたらいいんですよね、そうなんです、でも今の話を聞いて思いました、はい、もう玉切れを起こしたくないんで、はい、私はやっぱり家から出ませんもう無駄な出会いをなくすために、もう無駄な出会いはなくてもいいで今回で言うと、はい、例えばほら馬様とかピスタチオとかこういうのと出会ってるわけ、こういうのってこれ無駄よ、だからこの2とかが無駄よ無駄じゃない無駄じゃない、全然違う違う、あとほら今日来てるバイトちゃん、いつも目の周りがキラキラしてる、いやいや本当ね、あのバイトちゃんとかとも出会っちゃったわけじゃん、もちろんあれも出会いなく入ってるはずですよ、入ってますよ、男女関係なくなった嬉しいです、こんなね、この広い世界の中でこのせいでマイナス3になってせいとか言わないです、無駄だまそんなことない、そんなことないです、とてもありがとうございます出会いですまあでもそうですね、はい、何事も前向きに、もう転んでもただでは起きないというか、そうですよ、そのぐらいの気持ちで過ごしていくことが日々必要ですよね、はい、だってさ映画監督のさ、はい、堤幸彦さんって言って、はい、20世紀少年とかさスペックとかさもう大ヒット作をガンガンに出してらっしゃる方、もう日本映画界に今巨匠みたいになってるけど、堤、はい、さんはもともとテレビ局の AD だったんだよね、ほうほうほう、で AD からディレクターになって、でトンネルズの番組とかバーッとやりだして、はい、で面白い映像感覚の方がいるよってなって、でそこから映画の世界にも入っていくのよ、はい、だから俺と一緒なのよ、もともとテレビからいてで映画にどん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 入っていきますよみたいな、うん、感じの方だったけど、堤、はい、さんはその AD だったから、はい、新しく入ってくる新入社員のバックボーンを全部調べるっていうことやったらしいからね、この人がコネなのかそうじゃないのかっていうのを徹底的に調べて、コネですって言ったらもうペコペコしてたっつってまあそうですよね、でコネじゃないみたいですよって言ったら、うん、じゃあ多少雑でいいかな叩き上げてまあでもね、人それぞれ生まれ持った星とかもありますし、いろんな特性がありますもんね、うん、それもその人の運ですよね、いやそうなのよ、だからどういう風に一人一人と接するか、まあ、よく言うけど縁には良縁と悪縁があるからさ、その良縁を大切にしていきましょうね、で、はい、悪縁はなるべく振り払っていきましょうね、はい、でそれがなんか河村さん、ピスタチオさん、うまっこしさん、ね、バイトさん、マイナス3、あ、まあ目の前にもう1ありそうな気がするんですけどいやおかしいなおかしいなおかしいな、アクリル板挟んで目の前にもう1個ある気がする、一番大きいのが、あ、スパルタ横山塾の横山先生、血流してますから私8年間ずっとスパルタすぎてもすごい強くなってるよね、下層おかげさまで皮膚がガンガン固くなってるよね、おかげさまでなってます、いやでもね、はい、こうやってリスナーの方々からねいろんなメッセージをいただけてるうちが、花ですからね、あ、そうですよね、うんうん、ありがとうございます、なんかほらもう狼が来たぞみたいな川村さん見たくないじゃないですかいや本当に来たよっていう時が欲しいじゃないですか欲しいです、やっぱり私にもキラキラ輝く瞬間が、うんうん、はいはい、そうですね、だね、今日はあの、はい、ピアスをちょっとキラキラしたものにされて、ハート型なんですよこれ、あれなんですよ、あの年を取っていけばいくほど、はい、アクセサリーが豪華になっていくっていううわ、それはちょっと芯ついてますね、はい、今すごい刺さりました、うんうん、自分に誕生日プレゼントで指輪を買おうと思ってるんですよ、はい、そういうことですねこれはね、どんどんねアクセサリーのスキルが上がっていって、ね、本人が劣化していくそれを隠すかのように、いや内面もね外見も磨いていきたいです、はい、大体魚屋さんに行って、うん、あ、大将ちょっとあの生きのいいのちょうだいっていう奥様は本人に生きがない、そんなことないです皆さんやっぱりどの世代の方も生きのいいのが欲しいと思いますまあでもそんなね、元気なリスナーさんから、はい、今日もたくさんお便りいただいておりまして、はいはい、ラジオネームみけの姉ちゃんさんです。仕事の休憩中にトイレに行きました。ドアの開閉サインが青だったので開いていると思って開けたら他の人が入っていました。
びっくり、ドアは青じゃったじゃん、そう言ったら家にいるつもりで鍵を閉めるのを忘れたと言ってくれました、はい、その人50歳過ぎた一人暮らしなんです。やっちまったな。まあでもひょっとするとね、はい、そこがいい出会いにいや、そうだ、お手洗いですから、まあ、女性同士でつながっていくかもしれませんけど、ちょっと恥ずかしいところ見られた中だから、ご飯でも食べ行きましょうかみたいなところから、そうですね、でなんか、あ、なんか綺麗な女性の方2人いますねとか、あ、あちらのお客さんからみたいなことがあるかもしれないじゃないですか。そうですね、うん、そういうことがあったらいいですよね。ただみたいなことですもんね。このメールを川村が読み出した瞬間に、はい、トイレの話だったじゃん、はい、昨日自分のトイレで起こった出来事を瞬時に思い出したのね、はあ、笑ってましたもんね。昨日番組が終わってから、ええ、ああでもないこうでもないって、はい、ほらあの柳上司のレニュートの上千奈さんと番組出ていただいたじゃないですか、はい、であのあと、ザ・横山裕二賞にも出ていただいて、はい、であまりにも御前様でさ、上千奈さんの出演の電話が遠かった時差がありすぎて5秒ぐらいありましたよね。上千奈さん、はいどうも、いやどこいる、今時通信でこんな遅くなることあるっていうぐらい、そうです、一生懸命待ちましたっていう話がありましたよね昨日、はい、で U 字ショーでは、はい、携帯を変えてもらったの、ほうほうほう、ちょっと違うのにしてくださいっつって、でもサックサクに話ができてさ、あらよかったですね、もう別物のインタビューみたいで面白かったの、で盛り上がったし、はい、でそれが終わってさ、はい、あよかった上地さんと盛り上がってとかって思って、はい、で銀鶴者たちの話もできたしさ、はい、で銀鶴者たちはスタッフの方がお礼を連絡くださったりとかして、はい、すいませんなんか頼みもしないのに応援していただいてみたいなこちらこそありがとうございます、そうそう、はい、こちらこそこちらこそとかで盛り上がって、でさあー疲れたと思って、うん、トイレに行ったの、ほうほうほう、俺がね、うん、たら男子トイレに2つ大きい方があるんだけど、はいはい、2つとも埋まってたの、うん、であ埋まってんなと思ったの、はい、で俺はちっちゃい方をして、で手を洗ってたの、はい、で俺さその赤切れだからさ、うん、だからちょっと手洗うのとかをちょっと慎重にしないと痛いってなっちゃうからゆっくりゆっくり洗ってたの、だから後ろからガス爆発みたいなバーンっていう音が肛門からそんな音するんだよバーンっていう音がしたの、はい、すごい人いるんだなって思って、はい、ゆっくり洗ってたらその人が出てきたら嫌じゃん、なんか嫌ですよね、でも見たくないですよね、だって肛門に爆弾を持つ男だからバーッて今後のその人の見方変わりますよね、あいつの肛門に狙われたらもう俺命がって思うかもしれないから顔を見たくないじゃんそこからもうシャーってもう痛い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 シャー痛い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 、もう早く出んと手を洗って出てくる出てくる、はいはいはい、でうーってなんかちょっとお尻をなんか洗い出した出てくる出てくるって思ってもうすごい慌ててたけど、あんバーンすごい音だった俺だって鳥肌立ったの、びっくりした、おっきた、あ、声出たと思ってじゃあもしかしたら横山さん声出てるんだったらその向こう側の方からは横山さんだってのはバレてるかもしれないですよね、命を狙われる危険性はありますよ、やばいちょっとこの週末暗闇とか気をつけなきゃいけない狙われますね、うん、まあでも分かんないです、いろんな音がありますからやっぱりね、例えば便座をこう開け閉めする音とか思いっきりこうなんかイライラすることがあってバーンってもしかしたら閉じたのかもしれないし、いろんなこうバーンはありますから、びっくりしたーって言ったんだもんってなんかあったんですかねその人にもね、その人の肛門に何かあったか分かんないです、そればっかりは分かんないですけどあとね、はい、片言の広島弁、はい、横山さん川村さんおはようございます、おはようございます、スタッフの皆様もお疲れ様です、はい、東京で一人暮らしの母が先週末に熱を出して、その後コロナ陽性が判明、熱と喉の痛みがひどかったようですが4日ほどですっかり収まったと聞きました、はい、ただその頃から煮物が食べたいねとか、携帯の充電がすぐなくなるねなどの愚痴が増えていました、はい、それを聞いてからなんとなく母が可愛く思えて、まあゆっくりじっくり愚痴をうんうんと聞いてあげようと思って聞くことにしています、はい、
いろいろ不安や辛さもあったんだろうなと思い、今日はどんな愚痴が来るんだろうと少し楽しみでもあるんですよ。そうですね、愚痴を聞いてくれる存在は大切ですよね。そうだね、なんかさよく言うけど、はい、こういうの言われた時に、はい、男の人は解決法を見つけようとするんだよね。はい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 、煮物が食べたいんだよねって言ったら、あ、近所のスーパーさ、お母さんさ、どこどこになんとかがあってさ、でこうしたらこうやってなんか煮物食べられるよとかさ、あ、充電はさどこどこに行ってこうやってしたらさとかって言うけど、女の人は別にそれをやってもらおうとは思ってないとかよく言うよね。うん、聞いてほしいだけなんだ。そうですね、やっぱ共感してほしい、で話を聞いてほしい、それだけで多分その愚痴の6割ぐらいは解消されるような気がして、まあまあまあ結局はでもやっぱり解決してほしいなって部分もあるんですけど、それでも聞いてくれるだけでありがたいっていうのもあるんじゃないかなと思いますね。でもほら、なんか教えたくなったりとかさ、するじゃない、こっち側からすると。そうですよね、その質問されたりさ、相談事されたりとかすると、あ、だったらってこう解決策を見つけるけど、解決策を言ったりとかすると急に不機嫌になって、いやそういうのじゃないんだよねみたいな、ただ聞いてほしいだけなんだよねとかって言われ、あ、そうなんだ、そうなんだって聞いてるだけだと、考えてくれてるって言われたりとかして、どっちにすればいいかなとかって思うことはあるよね。そうですよね、なんかテレビとか見られててね、あれダンスって言うとトイレじゃないよねこれね。違います。こういう音だったんですか。ドーンだった、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 ドーンだったみたいな。何が起こってたの。多分民族違いますよ、中に入ってて。なんか儀式されたんです、神に向かって。すごかった。それはもうぜひね、ドア開けて中の方を拝見した方がいいんじゃないかな。顔見といた方がよかったかな。多分そうですね。慌てて出たんだよね。そこはまあいい出会いにつながるかもしれない。なんで俺さ、あの扉を隔てたさ、見ず知らずのよくわかんない、すごい音を出した人間のためにこんな慌ててんだろうと思って。いやでもありますもんね、なんか時間潰してるんだろうなここでみたいな、こう入り方をされてる方。なんか最近でもね、それこそトイレでお弁当を食べてらっしゃる方とかいるみたいだもんね。そうですよね、どうしても会社の中でね、食べにくいみたいなことがあるんでしょうね。はい、まあね、食べたらすぐ出るっていうことも。そんなに消化よく、そんな消化よくないと思う。ごくんぶごくんぶみたいなのもす一定量しか入らないんだねっていうか。そんな人でもあんまりいないですよ。代謝がいいですね、そうなると。ただ俺、意外と食べたらちゃんと出したいと思うよ。その日の分量だけはちゃんと、一日はちゃんと排便をする、が健康のちょっとバロメーターになっていて、でほら旅行に行ったりすると、途端に出ないよね。あ、わかります、わかりますね。本当2泊3日とかも全然全然出ないよね。俺肛門がなくなったからとか一回指で確認したりとか、ある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 と思う。いやそこまではしないですけど。あれ、肛門、あ、あった、あ、ダンだった、ダンだった、自分だった、自分だった。横山さんじゃないですか。あれもうちょっと変わるだけでね。本当だから人間って本当デリケートだし、デリケート、でもどっかでものすごい鈍感だったりすることがあって。そうですよね。それがある時はこっち、ある時はこっちで出るんだろうね。だから今コロナウイルスでホテル療養とかされてる方いらっしゃいますけど、ホテルとかでもなかなかね、自分の生活リズムが作れなかったりすると思うので、大変ですよね。ね、いやだけど日々なかなか不自由な生活が続いたりとか、気をつけなきゃいけない生活が続いたりしますが、ラジオを聞いていらっしゃる時間はいつも通り楽しんでいただければと思いますんで、今日も皆さんと共に笑いながら時間を過ごそうと思う午前様様、なんと金曜日1月最後ということで。早い、もうバタバタしてる間に一月経っちゃいますね。何もしてない、まだ本当何にもしてないよね。何にもしてない、停滞するばかりで、ただただ気ぜわしく思っているだけみたいな1ヶ月でしたけども、さあ1月最後、1月28日今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週は仮想現実空間を想像して世界を支配するコンピューターを相手に戦いを挑む男の死闘を描きました SF アクション、今から23年前、1999年公開のアメリカ映画マトリックスのご紹介です。はい、
現在シリーズ4作目、はい、マトリックスレザレクションズが公開中ですけど、アマゾンプライムだったかな、今日から何日間か劇場に行かなくても見られるんだよね。レザレクションズを、はい、あのペイチャンネルみたいな感じで、はいはい、家で映画館の料金払ったら見られますっていうサービスが多分今日ですよ、28。いろんなサービスがあるんですね。そう、不思議ですねこれも。いやもうさ、はい、映画の興行形態みたいなのがいっぱいこのコロナで変わってきて、はい、で世界中の作品が公開を延期してんだよね。そうですね。で延期してるうちに新作も作んなきゃいけないじゃない、はい、でどん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 それこそ踏ん詰まりみたいになって、やばいよってなって、結局はネット配信しようかってなっていくじゃん、はい、そうすると世の中から映画館がいらなくなっていくっていう。であと映画を大スクリーンで見た経験がないっていう人が出てくるんだよね。だんだんね、はい、あんまりサービスが進むとそうですよね。そうなの。でそうなるとどうなるかっていうと、映像がネットフリックスの映画みたいにアップ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 になっていくのよ。はい、だ遠くにある車がゆっくり動いてますとか、向こうに登場人物がいますけどスクリーンだったらちゃんと見えてますっていうのが、いやテレビサイズだとこの大きさだとダメだからちょっと寄り気味に行こうかって言って、映像表現がどんどん単調になっていったりとかして、で単調な映画を見に行った人たちが単調な論文とか映画評論をしなすっていう、これ分かりにくいねみたいな、いや分かりやすいことって映画にとっていいことじゃないんだよみたいなことがなんか正論みたいになっていくみたいな怖さはあるなと思うよね。そうですね、一定方向にね進んでしまうとっていうところはありますが、はい、でも今日のマトリックス、はいはいはい、私これ7歳の時に公開された映画で、で多分テレビでしてたのを見た記憶があるんですよ、うん、流行ったよね。流行りました、学校で銃がバーンって飛んでくるの、うえーのけぞりながら近代鏡って言いながらじゃあ私もこっちはメガネ橋とかって言いながらこう避けていくやつ橋締まりがあるんですか、玉がシャン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 、そうですね、綺麗ですよね、海にね、うん、またそのメガネ橋はどこの、あ、長崎のです長崎の方なのねみたいな、そんなやり取りは小学校の時しなかったですけどまあとにかく流行った、はい、マトリックス、知らない人もあのシーンだけは知っているというようなシーンもありますが、うんうん、今日の映画音楽コーナーはそのマトリックスについてご紹介していきます、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議です。今週は蓋とかキャップとかというテーマでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前では行きましょう、朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りします。さあクイズの正解者の中から抽選で3人の方におつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。さあそれでは今週の午前様会議のテーマ、蓋とかキャップとかにちなんで、今日は横山アナウンサーから問題です。はい、ペンの蓋について、はい、実は横山家で明確にこの蓋に関してこうだからこうしなさいみたいなことを言われたことがあるんですよ、はい、で我が父敬語ですけど、何気にすごいおおらかな大雑把な人で、そんなに怒られたこともないし手を挙げられたこともないし、もう本当友達みたいにして過ごさせてもらってて、まあでもずっと怖かったのは怖かったのよ。なんか外出るとボッコボコされて帰ってきたりとかして、お父様がですか、喧嘩して帰ってきてで入院してたりとか、とか不動産屋もしてたしいろんな商売もしてたから、その味方もいれば敵もいるみたいな、なるほど、状況すごいさ、電話でも分かってたし、この人は本当は喧嘩っぱいんだろうなと思ってたけど、子供に対する愛情が半端なかったから、子供からするとまあ、もうすごい優しいいいお父さんだったけど、本当は怖いんだろうなって思ってたのね。でその親父が子供の頃に例えば貧乏ゆすりすんなとか、あとはその食べ物を食べるときチャプチャプ言わすなとか、グラスに飲み物注ぐときは七分ぐらいでやめとけとか、あともう食べられないと思ったものには手を出すなと、みたいなこととか箸使いきれいにしろとか、いろんなことを教えてくれて、で一番印象的だったのは
新品の靴を買ってもらって、はい、家の中で履いてたの。ええ。たら、新品の靴を履いて家の中で歩いていいのは葬式の時だけだぞっつって脱げって言われて、はい、全然意味が分かんなかったの。でその時にあーってものすごい怒られたと思ってたの、はい、でねそれを思い出した瞬間が親父の葬式だったの。うん、親父の棺を運ぶ時に新品の靴を履いて、はい、そのまんま外にダーッと出ていくの、はい、だからあそういうことかって思って、うん、棺運ぶ時涙がバーッと、あのちっちゃい頃怒られた時の話はこの話だったんだと思って、はい、そうだみんな新品の臭いで出ていくもんねつって、で外そのまま出なきゃいけないからつって、はい、うん、いやいやこうやってなんかいろんなこと教えてもらったことは次に引き継ぐねとかって思ったんだけど、それと同じようにペンの先っつうのはさつって丸々丸々蓋はね、はい、だから丸々しなきゃダメなんだよって言ったことがあります。でそれ覚えてるんですよ、はい、で守ってないんですよ守ってないんです教えなのに。そうなのよあれだけお父様の教えって言った、はい、一体何と言われてそれ覚えてるんでしょうかが今日の問題です。ペンの先っつうのは、うん、カチッてするまで締めると痛みやすいんだぞ、はい、ほうほうほうキャップね、はい、まあ、そんなことは絶対ないです。あのさ考え事するときにさ蓋をさとかする人がいるじゃん、はい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 、イライラするよねあとボールペンの頭をカチカチする人とか。そうですね、うん、ありますよね。あとやたらペン回し、あやたらのやつがいる、はい、それが視界に入ってんのそうです、うん、そうです、いました。練習した時もありましたしね、まあ、ちなみに俺はペン回しができないのね。いや私もできないんです。あうそ、このなんか人差し指と中指で挟んでこう回すみたいなのはできるんですけど、はい、なんか人差し指から中指渡って中指から薬指行って薬指から小指行ってみたいな、こんなくる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 って普通のできるの。あできないです。そのできない。俺もできないの。練習したんですけど。そうなの。できなかったです。俺ね偏差値が高いやつはペン回しがうまいっていう。どういう極論ですかね。そう思うよね。いやそんなことないですよ。ずっと机にいるから。まあまあそうですよね、うん、まあ、向かってる時間が長いですもん、はあはあ、でも全然関係ないです。関係ない。え川村さんほどの高偏差値の方、私偏差値高くもないですし、がペン回しもできないんだペン回しもと。何携帯で問題取って答え教えてもらった組教えてもらったことないです。そんなことをしては絶対にいけません。かみんな平等に裏口裁判起こしますよ。いやだって勉強できる人ペン回しできない人って俺初めて会った。私別に勉強できるタイプでもないですけど。えちょっと川村さん大学どちらご卒業されたんでしたっけ。広島大学法学部。うー高学歴。いや法学歴じゃない全然最高学歴。いやいや の土底辺でしたから。土底辺でもギリギリせーっていまだに法学部いまだに。でもこのテストを落としたら卒業できないっていう夢を見るんですよ。で起きてあよかったアナウンサーになれたって思う夢をよく見ます。まだ競争社会の中にいらっしゃるんですね今が一番の競争社会ですペンの2つのは、はいはい、実は紙でできてるから濡らすな全然もう明らかにこれプラスチック明らかにこれ。いやいやこのプラスチックのコーティングかもしれないです。これこの音は紙じゃないですペンの蓋は、はい、遊び道具にもなる。あから柔軟な考えを持ちなさい。ほう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 ってことじゃないですか。あでも普通はその手遊びしなさんだみたいなことですよね。逆にね、うん、遊べるからああ遊びなさんなってことだとしますよね。まあそうですよね、うんうん、ペンの蓋はほうほうこの蓋とこの本体の部分を一本入れ替えるだけで楽しい気持ちになる、うん、もし俺がそれを覚えていたならば本当に意味のないことを覚えてるし、それを息子に語る父もがっかりですいやちょっとやってみたら楽しいと思う。おいお前ほらこうキャップあるだろうがこれ外してで違うの入れ替えてみるだろうが見てみんや。ちょっと楽しい気分になるから。いや、それいいわ。どうでもいい。ほら、これ赤だと思って。見て、うまさんが青いペンに赤い。ほらほら、それね。ね、赤だと思って書いたら、うん、実は青みたいなことが。イラッとくるーみたいな。
そんな父親じゃありません。違いました。あ、そうですよね。さあ、我が父、はい、敬語ですけども、いろんな教えを言ってくれていて、はい、でそれをなんとなく覚えてることがいっぱいあったりするんですけど、その中の一つに、はい、ペンのキャップというのは、〇〇〇なので、〇〇〇にしなさい、はい、と言ったのを、俺は未だに覚えてます。ただ実践してません。一体どんなことを言われたんでしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、 アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ、このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから金曜朝の一笑い、あやなぞかけかけかけ、今日の青空みたいに気持ちいいのかけてください。今週の午前様会議のテーマ、蓋とかキャップとかということで、蓋をなくした炭酸飲料とかけまして、集中力のない学生の勉強と解きます。その心は、すぐに気が抜けます。あー、なるほど。あわあわしますとか。わー、確かにですね。合わせ技ということで、まあ、ありがとうございます。今日も元気に面白く、横山英一とカーブライドの2人がお昼11時40分まで、さすが方角、生放送でお送りします。関係ないです。天気予報、このコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。今から出ていただく方、はい、もうすごい高学歴なんですよ。俺知らなかったの。はい。でなんかわかんないけど、音藤くんって週間予報とかずっとこの日がこう、この日がこう、この日がこうってなってて、うん、突然パッと変わったりするじゃん。はい。変わりましたよねって言ってもなかなか、あ、そうですねとは言ってくれないんだよねっつって。はい。だからみんなが学歴が高いからじゃないですかって話になってた時に、いや、そんなとこだったのってなったの。ああ、どこだった。すごいんだぜ。はは、え、ちょっと聞きたいかもしれない。音藤さん、はい、おはようございます。音藤さん、どこの何学部でしたっけ。私は早稲田大学の法学部です。わあ、偏差値で150ぐらいあるらしい。100超えて、100超えて、うんうん、すごい。でそれでいて、あの難関気象予報試験に合格されてるわけですかね。いや、あの早稲田の法学部入るぐらいの人は気象予報士簡単らしいよ。そうなんだ、うんうん、いやいやいや、本当なんか一切勉強しなくても大丈夫ぐらいの、もう地頭が全然お徳さん違うらしいの、うん、だからお徳さんだけ本当あの靴を投げて天気予報やってるから。いやいや、勉強することないよ。一周回ってよくない。いや、ただね、まあ、高校が、まあ、そのままエスカレーターのところだったので、あ、かっこいい、ね、なるほど、すごい。でもなので大学で、ね、中根さんみたいにちゃんと入った方に伝えると、高校名を言うとちょっと裏口の正式な裏口だねって言われます。ああ、なるほどなるほど。正式な裏口ってどっち。早稲田の高校の流れみたいな。で、すごい。まあ、でもそこ入るっていう段階でね。ね、違いは星が強いんですよ。よっぽど写真撮るのが上手かったんだよな。いやいや、そんなことしてないです。ボートをやれば皆さんそういうとこ行けますんで、ぜひやってみてください。ボートですから強いですからね、すごい。そんなお父さんが 100% の天気をやりますけど。いやいや、はい。今日は暖かい日差し、今日も届く見込みです、はい、西高東低の冬型が弱まっていますので、南部を中心に日差しが届く見込みです、はい、北部はやや雲出ていますが、昼前後は一旦晴れ間も出る見込みです、うん、日中の気温が南部で13度、北部で9度と昨日と同じような3月並みの暖かさとなりそうです、はい、まあ、風も弱いので過ごしやすい陽気が続きます、うん、降水確率も各地 10% 以下ですので、北部も洗濯物外干しできそうです。はい。で、この晴れ間ですけれども、明日の土曜日日中までは続く見込みです。なので洗濯物も明日まではできそうです。はい。
週末少しずつですが、あと雲も増えてきて、日曜日は曇り空となります。はい。気温が上がりづらいので、少しずつ寒さも戻ってくる見込みです。はい。日曜日は今のところ雨はなさそうなんですが、降水確率 30% とやや高めです。ほう、まあ、洗濯物など屋外での作業は明日までに済ませておくのがおすすめかなと思います。なるほどなるほど、そっか。来週、そうです、来週はあと暖かくないので、もう暖かさも明日までとなりそうですね。そうか、なんかこのままちょっと2月にも入ってくるからね、あの寒さが和らいでくるのかなと思うと、もう一回2月にぐーっと落ちるってことですよね。そうですね、比較的、まあ、強くはないんですけれども、うん、立春になってもちょっとまだ寒い日が続くかなという感じになりそうですね。なるほどね、もうしばらくですね。うん、そうだ ね、 まあ、今日明日、はい、この青空とちょっとだけのポカポカ、日差しを大切に使っていただいて、はい、洗濯物とかしっかりやっていただければなと思います。はい、今何か目立った警報や注意報は？はい、現在南部に乾燥注意報出てます。火の取り扱いご注意ください。やっぱ音藤さんはすごい勉強されたんですか？いえ、あの鉛筆転がしてやっただけなので大丈夫です。カメラは使ってません。かっこいい。何を言ってももうね、うん、強者の発言ですよ。そうだよね、うん、あれでしょ。いやいや、僕らのこととか虫けらみたいな感じでしょ。感じてないですよ。まあそうかもしれませんよね。思ってます、うん、まあ、川村さんと音藤さんはそう思ってます。違う違う違う、ね、私は思ってないです。川村さんはそうかもしれないですけど。何やこの高額的イライラ。違う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 。ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は音藤さんでした。もみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週は広島市立市屋小学校の皆さんが登場してくれています。今日は4年生西原沙羅さんの作文、タイトルは僕はもち米。僕はもち米。市屋小学校4年西原沙羅。ザクザク、この音で僕は起きた。今日僕たちは市屋小学校のみんなに駆られるのだ。楽しみだね。早く食べたいな。という子供たちの会話が聞こえた。子供たちが乾いた田んぼくんの上を歩いてきた。そしてザクザクザクと僕の仲間の稲を刈っていくのだ。とうとう僕が駆られる番になってしまった。僕は駆られるのが怖くて怖くて気絶してしまった。ありがとうございました。と言うと子供たちは帰っていった。この声で僕は目が覚めるともみだけになっていた。みんなももみだけになっている。美味しく食べてもらえるかな？となぜか思うと僕は眠ってしまった。僕は夢を見た。なんと僕は餅になっていた。僕は食べられてしまった。子供たちは美味しかった。また頑張って餅米を育てたいな。と言っていたので、頑張って美味しい餅米に育ってよかったと思う。次に田んぼくんに植えてもらう苗のみんなにこの喜びを教えてあげたい。生まれてきてよかった。かわいい。もうなんか絵本を読んでいるかのように。そうだね、絵とか表情が浮かんできましたもんね。もち米の稲くんの。そうか、でも、はい、駆られるとか気絶してない。ああもう怖いわーと思って。いやそりゃ怖いですよ。あんなね、うん、釜みたいなの持って近づかれたらやられるわーと思うからね。怖いで気がついたらもみ殻だけ。ああなので、ね、お餅になって食べてもらえたっていうね。はい、また田んぼくんっていう、田んぼにもちゃんとくんをつけるのがまた可愛いと思いました。そうだね、いやいや、でもそのいわゆる頭の中で、はい、いろんなこと考えるってことはもう無限じゃない、そうですね、だけど世の中は今ほらなかなかその自由にいろんなことができるって環境でないから、はい、頭の中では何でもできるよみたいなことを、はい、なんか教えてもらったみたいな、沙羅さんに、はい、そんな気がするよね、はい、発想の転換でね、こんなにまた楽しくなるんだなと思いましたね。市屋小学校は全校児童10人、一人一人が主役となって活躍できる
体験事業がたくさんあって、地域の方の田んぼを借りて田植えから収穫までを教えていただいているということで、だからこんなにこう感性豊かな作文が書けるんですね、うんうん、そうだね、うん、今週は広島市立市屋小学校の皆さん、今日は4年生西原沙羅さんの作文、僕はもち米、お送りしました。来週から学校が変わります。広島市立富山小学校の皆さん、月曜日は5年生の向井大和くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議、このコーナーは中国電力の提供でお送りします。今週は蓋とかキャップとかというテーマでお送りしていますが、はい、ラジオネームあんきもぽんちゃんさんです。小学生の頃、お吸い物などを飲み終わったら、お椀の蓋を裏返して重ねるように習ったのですが、うん、大人になってそれは間違いだと知りました、はい、結構昔教わったマナーで勘違いをして覚えてしまっていることってありますよね、うん、いっぱいあったよ ね、 ねパスタに関してもスプーンを使うだとか使わないだとかありますしね、はいはい、俺小学校の時だって給食でバナナの正式な食べ方って習ってるよ。え、正式な食べ方ですか、うん、バナナ皮剥いでスプーンでこう切ってみたいな。だから多分こんな経験、うん、小学校の給食ではしてないもんな。バナナは剥いて縦に食べるみたいな。そうですね、洗い物増えるもんなみたいな感じですよね。そう、あれはなんかスプーンでこうすっごい綺麗にやって、はい、こうやって食べないとマナー違反になるっていうのをバナナすごい習ったし、例えば歯磨きとかもさ、俺たち縦磨きじゃん、はい、今縦磨きダメだって言われてんだよね。へー、ちゃんと根っこのとこでクク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 クとか、いわゆる磨くっていうよりも吐くみたいな汚れを、はいはい、なるほど。だから全然俺たちがやってたこと、ね、今違ったりするからね。私も塾の先生に教わったんですけど、シュークリームの食べ方、うん、はいはいはい、シュークリームってこう2つに分かれてて、生地がで、その間にクリームが挟まってるんですけど、生地を、はい、上をこう吐いて、うん、で上の生地でクリームをすくって食べる。ああ、あれはなんか膨らんだものにさ穴がほがっててギューって入れるのがある、はいはい、ありますよ、ね、あれはどうすればいいですか。あれはかぶりつく。あ、なるほど、よかった。あれはじゃあ肛門みたいにいやいや、ね、そこからいや、その例えいらない。ほんと一言例えが多いんですよね。あ、ごめんなさい。なんかその一言があるだけで違う方向に、お尻の穴みたいに、いやいや、そう、マイルドに言ったらいいって問題じゃないんです。あとね、はい、はがき、あら、でいただきました。本編、ありがとうございます。意外と御前様会議にハガキをくださる方が多いんだけど、ええ、大体くださる方のハガキが届いた時は、そのテーマが終わってるんだ。よく間に合いましたって金曜日って言って。まあ嬉しいです。ラジオネームリーママ。はい、リーママさん、すごい63円使って送ってくださってるんだよ。いやもう本当に嬉しいです。他のやつ全部タダだろこれ。そんなことないですよ。またね、変わんない、思いはきっと変わんない。蓋とかキャップとか、先日セーターの毛玉取りを買いました。ああ、これで綺麗になるわーとかなり使うのに、はい、一向に毛玉が取れない。え、もう取り口の目が小さいからかなって思って、はい、結局自分の手で毛玉をこう取りながら、うん、どうなっとんこれ、もう毛玉取りと思って触ったら透明の蓋がついていました。いやー、びっくりしました。そこでもうこれから透明の蓋がついてるんだよって自分に分からせるために、はい、透明の蓋に黒いマジックで花丸を描いてる。かわいい、かわいい、これでもう大丈夫。かわいい、いや分かるだろそのぐらい。今週は蓋とかキャップとかでお待ちしています。ラジオネーム猫サブレさんです。はい、一昨日ぐらいから昼間は暖かく過ごしやすいですね、うん、それだけでなんだか幸せな気分になります。車を運転していると半袖半ズボンの小学生が下校していました、うん、子供はやっぱり風の子ですね。私は年々寒さに耐えることができず、ヒートテックを3枚着たり、うん、着込む枚数がどんどん増えているような気がします、はい、今日も楽しく拝聴します。子供は風邪の子って言いますけど、はい、あれは親が着せてないだけですよ。本人は寒いと思いますよ。まあそうですよね、だって、うん、ね、制服が半ズボンだったりしますもんね、学校の。
ハイソックスとか、うん、まあそうですよね、うん、制服だったりしますし、それを自分が着せてないのに、はい、風の子だからねとか、いや本人はさって思ってるかもしれないよってことですよ。まあそうですよね、うん、確かに。あと、はい、ヒートテックを3枚重ねていらっしゃるとおっしゃっていました、はい、どうやらそのようです、猫サブレさんは。あれ1個ヒートテックを脱いで、うん、ヒートテックとヒートテックの間に貼る回路っていうのを、はい、いわゆる温めるものを1個入れただけで、はい、こんなに心穏やかになるのかっていうぐらい気持ちが変わるよね。変わりますね。変わる。お腹に貼るか背中に貼るか両方に貼るかでまた変わってきますからね。俺は背中派なので。あ、私結構お腹好きなんですよ。あれさ、はい、穏やかになるよね心がね。午前様様、そうなんだよ、ミュージックソン、はい、が来週の月曜日までと、はい、いうことになりましたんで、はい、まだ募金ができていませんよという方がいらっしゃって、募金する余裕と時間がありますよという方がいらっしゃったら、ぜひ目の不自由な方へ音の出る信号機をということで、はい、ご協力をいただけたら嬉しいなと。よろしくお願いいたします。はい、くるみんちょからも、昨日遅ればせながらチャリティーミュージックソンの募金をしに銀行へ行きました。はい、ありがとうございます。これでやっと今回も御前様様のリスナーとしての仲間入りができたようなすいません、ハードルが高くそんな気がします。気が早いですが、音の出る信号機が次はどこにできるんだろうと楽しみにしています。信号機を見つけたらネジの一部分ぐらいは自分が作ったと思ってにやりとしたいと思います。もちろんです。人のために何かができるチャンスをいただいたことに感謝と思っていますと、はい、いうことで、ありがとうございます。いや本当だね。私も前 PCR 検査を先週受けに行ったんですけど、うんうん、その病院の近くに、はい、多分今回去年かな設置された音の出る信号機があって、はい、あ、ここってミュージックソンでつけさせていただいた音の出る信号機かなと思いながら、はいはい、ちょっとあったかい気持ちになって渡らせていただきました。ね、うん、いやいや、ちょっと誇らしい気持ちになるよね。そうですね、はい。あとはタクシーの運転手さんが話されてたんですけど、うん、はいはい、ミュージックソン の、うん、あの夢タウンでの公開放送に、はい、毎年行っててっておっしゃってて、うん、だからあれがまた復活してくれたらいいんですけどねっていう話を以前いただいたこともあります。本当だね。川村さんの PCR 検査でどうだったの結局。結局ですか。ああ、結局、まあ、あの駐車場で、おうおう、あの唾液の検査だったんですけど、はいはいはい、もうすぐ終わって、でその日のうちに陰性ですよっていう結果を電話でいただきました。陰性なのでこのツボもらっていいですかって言われなかった。いや、そうで、どうなったのか分かんない。いくらで買うみたいな。そんなことはないですけど。でまあ、あの他に PCR 検査を受けるアナウンサーも、はい、中根さんとか、うん、伊藤平アナウンサーとかもいて、はいはいはい、3人でちょっと距離を取りながら、うんうん、ね、誰かもしかしたらなってるかもしれないし、そうなんだよ、ね、ものすごい疑心暗鬼になりながら、すごいなんか2メートル間隔ぐらいの三角形で3人で話しました。はいはいはい、はい、大丈夫かねって言って、うんうん、でもちょっと申し訳ないねとか言いながら、はい、であっという間に終わりました。そうだね、はい、なんかでも今ねなかなか受けても結果が出るのが時間がかかるとか、うん、受けられないとかみたいなことにもなってるみたいなので、もう自分たちにできることはまあ予防、手洗いとか、はい、うがいとかしかないよねとかって、はい、あとはなるべく、それこそあの近距離で人と喋らないっていうことだったりとか、なるべく早めにその時間を終わらせるってことしかないらしいのよ。そうするとなかなか人と楽しい時間が過ごせないよねとかって思うけど、ね、まあ、よく言うけどラジオは、はい、キープディスタンスとか飛沫が飛ぶこともないので、ないです、はい、友達だと思って共に我々にメッセージをくださって、はい、我々のバカ話に付き合っていただければと思うんですけど、本当にこの1月になってから、はい、馬様とかが言ってたけど、初めての方とか、あと最近くださってなかった方、はい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 、からいっぱい来てますつって、だから久しぶりの方も多分皆さんステイホームなんだと思いますよつって、いやちょっと私たちにとってはすごく嬉しいことで、はいはいはい、追い風みたいな、うん、いやそうなんだよ本当に。ぜひぜひ皆さんいただけたらと思います。はい、ラジオネーム給食ともちゃんさんです。うん。一面霜の朝でしたが、はい、今は太陽の日差しが暖かくなりました、はい、乳がんで全摘の手術をした母は、うん、横山さんに以前もらった励ましプーのおかげか、はい、順調で予定通り昨日退院しました。ほうほうほう。実は母の入院の前日の夜、
転倒をした父が腰椎骨折と分かりました、はい、入院の母には内緒で昨日の退院車の中で話しました、うん、骨折ですが手術の必要はなくコルセットでの生活になりますます日常の生活のサポートが必要な日々です、うん、ただいまお帰りの後母の涙の対面でした、はい、それでも今朝も相変わらず口喧嘩のような二人にほっとしたり、うん、やれやれもっと穏やかにと思ったりもしました。うん、そうだね、年取ったらねいろんなことがあるよね。うちの母キヨも2年前に階段から落ちて背骨骨折して、はい、で入院したらコロナになって、そのコロナが来て全然お見舞いに行けなくなって、はい、で一人でなんか私はもう一人でよ全部せんにゃかんかったとよって言うけど、いや周りも大変だったんだよ、いろんなサポートがさとかって思いながらも、でそれから退院してきたら今度さそれこそ乳がんの手術したりとかしたから、はい、この2年だけでも大きいの2つしてるよねと思うけど、母親がさなんかうじ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 言うたんびに、お母様そんげな年やがれもうって普通の人はでも棺桶入って燃やさるとよってお母様だって一品賞がねつって、そんげかねつって、お母さん腰曲がっちょけどそのまま見たら棺桶入らんよつって、カリカリカリってスニーカーになったら。カリカリカリ。そんげか、お母さん小島がちゅう。いや、お母さん L っていう字になっちゃうよって言ったら。昔はお母さん I っていう字やったよって言ったら。そんげかーって言って。お母さんさ、棺桶に入る方お父さんに会えんもんねって。ほんとよ、お前こんがり役とよ、お母さんはとかって言って。みたいな話をしてきた。そうですか。ほんと母と息子の会話ですね。はい、ねえ。でも変わってきますよね、会話の内容も。いや、ほんと、なんか、はい、親が子供みたいになるよね。あー。で、子供が、そのたしなめたりとか、はい、慰めたりとか励ましたりとか、そうですね、立場が本当逆みたいになってくるからね。うちのおじいちゃんとお父さんお母さんもそうですもん、まさにそのような感じです ね。ラジオネームケスノビッチの母さんです、はい、横山さん、赤切れの具合は良くなってきているでしょうか。だいぶだいぶ。私はこのところ50肩で右肩から腕にかけての痛みに襲われています、うん、お、今日は大丈夫と今朝起きた時は思ったのですが、はい、台所で味噌汁作りを始めるや否や、うん、鍋を抱えても包丁を握ってもありゃー痛いとなりました、うん、ストレッチをしながら肩の痛みをやり過ごしたいと思っています。まあ、もう本当改めて思うけどこの番組は年寄りしか聞いてない、そんなことないです。なんだこの内科の待合所みたいな、もう年寄りしかいねえじゃねえかここみたいにラジオネーム水亀うさぎさんからはですね、はい、昨日健康診断で久しぶりに胃カメラを飲みました、はい、最近は鼻からスコープを入れるタイプが多く口から入れるよりは随分と楽らしいのですが、うん、私は鼻炎持ちのため、はい、鼻の粘膜を傷つけない方がいいとのことで口から入れる方を選びました、はい、スコープの太さは昔よりは細くなっているとはいえちょっとしんどかったです、うん、結果大したことはなかったのですが、大した所見はなかったのですが、うん、身長が20代の時に比べ1センチぐらい低くなっているのを見て年を感じました。うん、今日も楽しい放送よろしくお願いします。どうなの、これは年寄りのをいっぱい入れたいの、それとも本当に年寄りからしか来てないの。いやどうなの。そんなことはないです。今さ、はい、年取った人とかがさ、本当テレビ見るのないって言うじゃない。あ、はい、で、もう俺50代半ばだけど、俺もないのね。もう何見てもつまんないの。うん、で、昨日ニュース見てたらさ、ネットニュース。たら、もうお年寄りは BS を見てくださいって、もう仕組みになってんだね。だから、アタック25とかさ、はい、なんかああいうご年配の方たちに支えられてきて、番組がいっぱいあるじゃない。なんとか噂の東京マガジンとかなんかああいうのとかが全部 BS に移行してんだって、ね、ああでも確かに増えてますもんね、はい、チャンネル数自体も、ね、でちゃんと BS のさ、はい、BS には BS の、セサミンですとかなんかああいうとか、うん、膝かみたいなああいう CM がいっぱい流れるようになっててだからもういわゆる地上波はもう、うん、はいチャラチャラしてくださいっつってで、うん、BS ははいあのじいちゃんばあちゃんがそんなじっくり見てくださいみたいになんか色分けされてきたみたいなことが書いてあって確かにね BS しか見ないもんと思って、確かにうちのおじいちゃんおばあちゃんもそうですね、うん、確かに BS とか、うん、よくテレビショッピングとか見てますね、はいはいはい、見てるよね、すごい見てる。テレビショッピングって年寄りの人ずっと見てるよね。見てます、うん、そうですそうです。でうちのおじいちゃん電気圧力鍋もそのテレビショッピング買ったんです、ね、うちの親父も死ぬ前に、はい、テレビと
ビデオ、はい、まあ DVD だよね、ブルーレイだけど、はいはいはい、とそのスピーカーを買ったのセットで、でしかもそれが 3D だったの。ほう、 3D のテレビを買ったの、はい、結局あの人飛び出すの見たこと一回もないもん、死んだわかんないですよ、結局飛び出さなかったっていう、うん、3D メガネがあったのにあ、メガネ付きのタイプだったんですね。そう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 、でもそのそれを買ったっていう事実がもう嬉しいんですよね、うんうんうん、おじいちゃんたちからしたら、はい、これはこういうこともできるんだと、電気圧力鍋だったらかぼちゃが柔らかくできるんだっていう炊飯もご飯も10分以内に炊けるんだっていう、その機会を持ってることが嬉しい、でそれを自慢することが嬉しいみたいなところも、うん、多分うちの祖父にはあったんじゃないかなと。俺だって聞かれたもん、親父に、はい、友人はお父さんやねん、お前ジャパネットだよねつって 3D のメガネがついたの買ったっちゃわ、お前スピーカーでよ、なんかガンガン出るらしいわとか、あらどんやとかもテレビはよ、これがどんどん飛び出すとかって言われて、いやずっと飛び出さないと思う、なんでかお前飛び出すやつがあるわねって、いやあれね、飛び出す用のカメラで撮らなきゃいけないからテレビ局にはそのカメラがないから飛び出さないよって言ったら、なんか飛び出すとかって言ったから、いや多分これからブルーレイとか、DVD とか映画で飛び出すものがちょっとだけあると思うから、うん、ちょっとだけそういうので楽しむことができるかもよったら、テレビもでも飛び出すやろそろそろって、もう飛び出さんねえつってそういうカメラねえつってまあでも不思議ですよね、ちょっと前はホラー映画でね、貞子とかがリングで飛び出してきたら怖い怖い言ってたのに、今は飛び出したらすごいって目を輝かせる時代になりましたからね。 だってジョーズはさ、はい、ジョーズ1っていうのがスティーブン・スピルバーグが作ってて、はい、ジョーズ2はもうスピルバーグ一切関係ないの。お、大ヒットしたから映画会社がただジョーズって名乗ってるだけで、もう一切何の関係もないの。でもジョーズ2はあれ続編みたいな雰囲気があったの、はい、でバーってお客さんいっぱい入って、はいはい、大ヒットして、で今度ジョーズ3はなんと 3D だったの、ジョーズ 3D っつってて、はで当時、右と左がセロファンみたいな、青と赤みたいな、はい、ありますね、紙でできた分、を入場時に渡されるの、はい、でみんな飛び出すかな飛び出すかなと思って、だからポップコーンがパン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 とかって飛ぶシーンとかあるの、でそれから 3D 太陽の絵なんです、はい、であれあんまり飛び出あれ飛び出さないなと思って、でなんかそのメガネをゆっくり外してみたりとかして、あそうか、なんか二重に映ってんのか、そうですよね、そうです、そうです、そうかと思ってまたメガネ戻して、うんうん、でジャーランジャーラン、だん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 飛び出すよ飛び出すよ、パッパッパンちょっってちょっものすごいおい飛び出したかなちょっと前出たかなっていうぐらいだったよね。まあそこはもう期待しすぎですよね。期待値が高まっちゃいますよね。だって名乗ってんのはジョーズ 3D。 そうですね。ちょっとまあね、技が追いついてない部分がもう看板に偽りしかなかったよね期待させすぎちゃった、塩梅が必要ですね。そうだね、今回のジョーズは飛び出しませんっていう文句で 3D にしたらよかったんじゃない。そうだね、飛び出すかと思いますが飛び出しませんよって、だから汁なし担々麺みたいなものがないことが自慢本来なきゃいけないのに、うち汁抜きましたから、いやそれメリットなくない、お客さんには自慢してっけどさみたいに。まあそうですね、だからいかに話題を作るか大事ですよね飛び出さなかったなさあこの時間になります、はい、午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいと、はい、いうことで今日は私から蓋とかキャップとかですけど、我が父敬語ですけど、はい、いろんな教えをしてくれてて守ってることがいっぱいあります、はい、あの食べ物を粗末にしないとか、うん、チャプチャプ言って食べないとか、箸使いをきれいにするとか、はい、あと飲み物を継ぐときは七分目ぐらいで止めときなさいとか、うん、なんかもういろんなことも本当ビニールサイにちっちゃいことから大きい人生のテーマみたいなことまで、いろんなことを教えてもらったなとかって思ったけど、はい、そんな父親があのペンのキャップはさって一回語ったことがあって、うん、で子供ながらにああと思って、うん、で覚えてんの、はい、だけどそれ全然実践してませんっていうことがあります、うん、それはペンのキャップについて何を父は語ったんでしょうかが今日の問題です。はい、本当たくさんいただいてるんですけど、はいはい、ラジオネームピテクスエンジンさんです。ほうほう、ペンを使い終わったら、うん、先のインクが固まって書けなくなりやすいので、うん、ティ
ッシュで拭いてから蓋をすること。へー、拭かない方が良くない？そんな気がするけど、ボールペンとかはたまに出なくなったりするじゃないですか、うん、その時にこうティッシュでガガガガって書いたら、うん、インクが復活しやすいっていうことは聞いたことあります。俺たち世代は、はい、お湯を沸かしてほうほうほうって湯気が出るじゃん、あそこにボールペンを置くと、はい、インクがちょっとこう柔らかくなって降りてくると。ありますよね。で調子乗ってやってるうちに、はい、あ、なんか芯が曲がったみたいになって結局使えなくなってすんだよね。もう芯ってちょっと曲がったら本当ね、いれいれもう全然もう、あ、もういらんと思うぐらい書きにくいよね結構大事にしてたのだなと思いますよね、ダメージ大きいですよね。続いてラジオネームカッシーさんです。はい、今日の午前様クイズの答え、うん、ペンに関するお父様の教え、それは、はい、ペンの蓋っていうのは人間でいう頭なんだから、持ち歩くときに上下逆さまにしちゃいけないと言われたのではないでしょうか。ああ、俺あんまり気にしないけど、うん、時たまその千円札とか一万円札とかが財布に出る状況でひっくり返ってる時あるじゃん。あれは気がついたら戻してしまうね、なんかね。はい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 。そうね、ちゃんとこう整体していますみたいにしないと。縁起が悪いんじゃないかみたいな気がして戻す時がたまにある。そうですね、こだわりありますもんね、うん、私もうすぐ友達の結婚式があるんですけど、その結婚式のご祝儀に入れる時のそのお札の向き、はいはい、毎回どうだったっけと思って確認します、うん、俺ね、知り合いの原田さんっていうのがいるじゃない、はい、あの人がなんかのお祝いで俺に札束をくれたの、ものすごい恐々しい封筒に分厚いのくれたの、で、いやこれ絶対なんか仕掛けがあるぞと思って、はい、で開けたの中、うん、だから全部100円札だったの、新札、はい、で50枚、いや違う100枚入ってたのかな、束で、それでもだから1万円なんだ、ね、そうですね、うん、でも面白い、あ、いいなと思って、俺、あ、そうか、俺新札で100枚今あんだと思って、この間見つけたの、これそういえば原さんもらったわとかって思って、はい、楽しいですね、でもね、うんうん、ワクワクしますね、うん、あと藤川くんっていうとカメラ屋さんのお母さんは結婚式の司会した時に、うん、これ撮っちゃいけなさい、もうこれとかっつって、もう気にせんでいいよ、もうお祝いからとかっつって、もうそれこそ札束ください、それは全部千円札だった、で分厚いからびっくりしたでしょって言われたいやいや、それでも面白いなと思って、なんかね、もう一つ考えてくださる気持ちが嬉しいですよね、うんうん、嬉しい、なんかこう自分に渡す前にどうやったらこうって思うかなみたいなことを自分が思ってない時に考えてくるって嬉しいよね。そうですよね、うん、続いてラジオネームぶどうさんです。はい、使い切ったボールペンの蓋は捨てずに次に買ったボールペンの蓋をなくした時に使えるから、うん、取っておきなさい。あー、言われてないけど多分俺はそういうタチですね、どちらかというと、これがなくなったらいけないからこれ置いとこう。だからいわゆるさ、ボールペンの芯とかも、はい、黒、赤、青、はいはい、緑、4色ボールペン使ってるから、うん、あ、これちょっと買っとこうか、今のうちに、なくなったら嫌だもんなと思って、はいはいはい、この間言ってるね、俺緑が4本あったっつって俺どんだけストックしようとしとんやん。しかも緑ってなくなりづらいと思いますよ、多分赤とか黒に比べて。アメリカ映画の地下みたいな感じ、え、どんだけトイレットペーパーストックしてますかみたいな。あとそこ何が入っとん、その地下には。だからお化けがいつも出るけどそこさとかって思うけど。そうですね、うん、あと新しく買った洋服のボタンとかもついてるから、はい、あれどうしてる？一応カンカンに入れてます。でもでももう溢れて使ったことないよね。そうなんです。あと生地とかもちょっとなんか、うん、ちょっとした切れ端があるんですけど、ね、使わないんですよね、うん、あとジーパンを買った時に切った輪っかみたいなのが、はい、もう返してくれるけどこの輪っか、え、フラフープにもならんしフラフープにしよう、あの輪っかどうすればいいんだろうなね、うん、意外とこれ、まあ、なんか使えるんだけど、使わないんだよなみたいな。なんか悪いやつにパッとあげたら手にパッと引っかかるみたいな、できたらいいけど、あのジーパンの切れ端どういうタイミング、どう使うんやと思う。そうですよね、はい、ちょっと襟を立たせる時とかにこう使えるかもしれないいらんしこれみたいに思うけど、なんか取っとくよね。なんか取っとくんですよ、あの生地の切れ端とボタンの、あの、でも別に巾着になるわけでもないし、そうなんだ、つなぎ合わせたらポーチになるわけでもないのに、うんうん、なんか取っとくんですよね。取っとく、何かがあるんじゃないかと思っちゃうんだよね。で、大体必要な時にはサイズが合わなかったりするんですよ、うん、あとさ、男のカッターシャツ、はい、女もんもあんのかな、襟先にさ、はい、
下敷きの細いのみたいなのをこう入れるタイプがあるんだよ。襟の先っちょをピンとさせるために裏側、襟の裏側に本当にどのぐらいだろう、1センチ幅ぐらいで5センチぐらいのちょっとロケット型になったプラスチックみたいなのをこう差し込むみたいに、そうすると襟の先っちょがピンとなるみたいな。それを洗う時に外して置いてて、洗った後にあれどこ行ったってなるんです。透明なんですもんね。そうなので、なんか何年かして、ほこりかぶったそれが出てきて、いらんわ、もうこれもう、邪魔じゃわ、とかと思ってそういうのって、でも大体洗濯機の後ろに落ちてたりするんですよね。あーって。河村、あれなの、なんか必要なものは洗濯機の後ろに隠してる。隠してるわけじゃないです。わかんない。でも多分、ほんといろんなもの落ちてます。その化粧水のキャップとかも落としたことありますし、ピンとか、輪ゴムとか、いっぱい落ちてます。もう洗濯機、動かせるようにした方がいいじゃん。ゴロ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 って。そうですよね。だって後ろに全部行くからさ。もう本当そうなんですよ。最も取れないとこですね。続いて、ラジオネーム、にゃんこ太郎さんです。はい。今日のクイズの答えですが、ペンの先が相手に向かないようにして、両手で渡しなさいとお父様に言われたのではないでしょうか。これちなみに、私も親に言われましたと。はぁ。にゃんこ太郎さん。でもホテルのチェックインの時とかにペンとかこう渡される時に先端部をこっちに渡されたりすると、あーと思うよね、ちょっとね。なんか私も気をつけてますね。クレジットカードでこう例えば証明する時とかも、返す時はどっちの向きがいいかなとか結構考えますね。紙の向き、ちょっと名前書いていただけますかって言われて、なんかそれ渡された方がくるんってしなきゃいけない時あるじゃん。はい。本当こいつ嫌だなとかって思う。じゃあそういうやつでそのままホワイって書いて渡すけど、ちゃんとくるんってやってくれて、こってこっちがちゃんと書けるようにしてくれて、そうですね、今自分を書いた後にくるんって、はい、俺分かってるけどね、お前のなんか気遣いとかってしたくなるよね。そうですね、絆ができちゃうんですよね。そうなの、そうなの、それは分かります、なんかやられたことをやり返そうとするよね。良くも悪くも、はい、ミラー効果です、はい、ラジオネームジンベさんです、はい、横山さんのお父様はペンのキャップは刀の鞘と同じなので、鞘を収めるまで集中していなさいとおっしゃったのではないでしょうか。いやー、ブシブシみたいな、そんな親だったら本当にグレてますね。もっと気楽に行こうよって思っちゃう。すごいね、いろんな気が散りそうですよね。これもう最後の最後までこう集中して締めなさいって言われたら、もっと他にあるでしょっていう。あるよね。そんなこと言われたらちょっと字書くの嫌になるよね。でも時たま本当気が散ってる時にちゃんとキャップに収まらなくて手に赤いインクがついてるとかする時ありますよね。あのすごい大事な人に会わなきゃいけない時に、はい、俺たち本番中、はい、赤ペン使ってるじゃない。そうです。でこの赤ペンがさ、なんかこう指先にシュッてついて、はい、で取ろうと思ったら意外と取れないんだよね。取れないんです、これが。でなんかこうやって考えてる時って、あ、相手が俺の指先を見てるかって思う時あるよね。すごい雑な人だと思われてる気がすると思って、そういう時あるんですよね。じゃあこれ最後です。はい。ラジオネームアビマルさんです。横山家の家訓、ペンの蓋はなくしやすいので必ずペンのお尻に差し込んで使いなさい。惜しいそうです。うん、アビマルさん惜しかったです。逆なんです。おー、逆でしたか。逆でした。それではじゃあ正解の発表です、はい、横山さんお父様からいろんな教えを受けましたが、ペンに関して蓋です、はい、蓋はこうなのでこうしなさいという教えを受けました、それは一体何でしょうか。はい、ペンの蓋は、A、取った後、はい、ペンのお尻側につけて字を書くとペンの先が重たくなって、字が綺麗に書けないから、キャップは後ろにつけちゃダメだよって言われたの。なるほど。お尻に刺すことでバランスが狂うんですね。うん。音が変わって。はい。だから、丁寧に書きたいときは、はい、キャップはお尻につけちゃダメだよ。横に置いとかないと。なるほど。って言われたの。で、それは多分、親じゃ何とも思ってないと思うよ。はい。ちょっと自慢げに言っただけなんだと思うけど、俺は意外と、って。すげーって思って覚えてるのよね。確かに考えたこともなかったですね、言われてみれば実際でもそうってそうですもんね、はい、でもほらなくならないようにお尻につけちゃうじゃん、はい、つけちゃいますね、だけどそうするとバランスが悪くなるんだよって言って、だから頭は軽い方がいいから、だからキャップは
取った後にお尻につけない方がいいよ、字をきれいに書くときはって言われて、うん、お父さんそうしてるよとかつって、はい、でよく言うけど俺親父がさ暇があったら新聞紙に筆ペンで字書いてるような人だったの、はい、なんか、例えばテレビ見ててなんかこう文字が出たりするじゃん、はい、だそれをこう書いてみたりとか、で新聞見たらさ親父のなんかペンの練習みたいなのがいっぱいあってさ、はい、で俺も意外と何気に新聞紙に練習したりとかするのが好きだったから、ああこうやって書いてんだなとかって思ってた親父が、はい、そうやってポツって言ったことだったからむちゃくちゃ印象残ってて、で未だにペンの先っちょとかをこうやってお尻につけたりするとこれ親父ダメだって言ってたやつだなとかって思う。そうですよね、うんうん、ふとした瞬間に思い出すことありますもんね。さあということで正解は、はい、ペンの蓋を取った時に、はい、お尻に刺すとペンをお尻に刺すと、はい、バランスが崩れて字が書きづらくなる、はい、ということです。綺麗な字が書けなくなるよ。はい、ズバリはありません。そうですか、はい、いやでもこれがひょっとすると広島中の人に広く伝わり父敬語の教えが誰かに引き継がれる可能性がありますからね。これからリスナーさんがもしかしたらペンで書くときに、うんうん、ああ横山さんが、はい、ね、こう言ってたなっていうのを思い出されるかもしれませんね、うん、そうね。ちなみに親父の遺品はほとんど何にも残ってなかったけど、カフスボタンとあと万年筆をもらった、はい、わおしゃれですね。ああこの万年筆親父が使ってたやつだと思って、この時言ってたんだよねとか思ったよ。はい、うん、ずっと思い出残りますね。そうだね、はい、じゃあ今日は全ての方を対象とさせてください、はい、富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋今日は3人の方にプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございまし た, ましたスポーツ一直線。河村さんがねスポーツ一直線俺何喋ろうかなって考えてる時にちょっと聞いてもらっていいですか。あの缶ってあるじゃないですかジュースとかのあれ缶って言ったら飲み物とかが入ってるものって感じるけど、そうそう感じますね、缶を2つ缶缶って言った瞬間になんかこうやってパカッてするなんか空のボックスみたいな感じますねって言ったけど全然共感できないんだけどと思って。いやだって缶だったら空き缶を連想するじゃないですか。でも缶缶って言ったらその入れ物だと思うなと思ってさっきのボタンの話をした時にあなんかそんな印象あるなと思って同じ缶でも1回言うか2回言うかで連想するものが違うなと思ったら面白くなってきてそれを CM 中に横山さんにすごい嬉しそうにちょっと聞いてもらっていいですか缶ってつって俺はもうカンカン娘かお前はと思いながらすいません楽しくなっちゃいました。嬉しそうだな。楽しかったですすごく。広島カープ大道が、はい、ロングイニングのリリーフができる長所を生かして2年目のシーズンに挑みますと、はい、いうことですけど、うん、2年目ですもんね、大道はプロに入って知ったけれどもすごい選手ほどたくさん練習する僕も全てを強くしてキャリアハイを今年は目指したいと語っていると、はい、いうことですけど、おあれなんだよね、その大道っていうピッチャーはものすごくマウンドでのムードを持っていると、うん思うんですよ、いいピッチャーだなーっていう雰囲気を醸し出すけどなんか形だけだなーって思う瞬間もあるという、ほうほうほうあるじゃないですか形から入る人って、ゴルフでもうまそうでも下手っていうすごくいるのよ、はい、で上手い人って下手そうでも上がったらスコアいいよねっていう人がいたりとかさ、はい、いろんなパターンがある中で大道ってマウンドのさばき方とか、はい、佇まいとか所作とか、うん、みたいなものが一流に見えるのだけど良かった時があれば悪かった悪かった悪かったかなと思ったらまあたまに良かったみたいな感じで、で今度はさ悪い時にそうやってしてるとお前かっこばっかだなみたいに思っちゃう瞬間があるのはいはい続いたらね、はい、どうしても、はい、だけどあれに実力がついてきたら相当ムードのいいピッチャー、だから相手がイライラするピッチャーになると思うの、はい、でピッチャーの良さってさ例えばリズムよく投げていくっていうことが相手のバッターにとっても合うリズムっていう瞬間があるんだよね、はい、だからピッチャーとして相手をイライラさせるために例えばランナーがいます、ランナーがいるとセットポジションでボールをずっと持ってる、はい、ランナーもいつ離すって思うからなかなかスタート切れない、バッターもいつ自分に投げてくるって分かんないからちょっとイライラする、はい、で投げるかなと思ったら牽制ゆっくりとして投げねえのかよ
って思わせる、うん、で一塁からボール返してもらう、またセットポジション入る、入ったらすぐ投げるとかだったらおーってなる、はい、こいつ腹立つわみたいなことを延々してんのよね、ピッチャーって、はい、長く持つ、ゆっくり持つ、早く持つとかみたいなことで、そうやってバッターと対峙してたりとかするけど、はい、大道みたいなピッチャーってなんか分かんないけど、お前みたいなの絶対打ち込んでやるからなって思わせるんだよね。うん、だった時にその球が良かったら畜生って思いがもっと強い気がするんだよ、はい、ああいうのって利用できる気がするんだが、今村が無表情だったってことよね、はい、腹立つよね相手からすると嫌ですよね。嫌だよ、本当に嫌だよ。なんかああいういわゆる野球選手としてのその感情を出さないっていうこととか、こういう風に振る舞う、だから、はい、イチローのルーティンとかもそうだけど、あれをやった後に三振を取ったピッチャーざまみろとまずなのよ、お前そんなことしてっけどなって思うと思うのだけど、あれでカーンって打ったら、うん、あいつちゃんとしてるもんなって思うからはい、はい、なんかああいったことも含めて面白いピッチャーになるんだけどなって、それは所作振る舞いみたいなことが一流みたいに見えるから、はい、なのでなんかそれは武器だと思うので、ぜひぜひまた今年大化けするために、あと回をまたいだ12回戦の延長があるので、はい、ピッチャーって必要なので、ぜひぜひ頑張ってもらいたいなと思います。映画音楽コーナー、このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん、大変長らくお待たせしました。今週も横山裕二と川村彩乃の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。まずは蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位、ペクトゥ山大噴火、9位、地獄の花園、8位、キャラクター、7位、ザ・ファブル殺さない殺し屋、6位、レジェンド・オブ・ドラゴン鉄仮面と竜の秘宝、5位、鳩の撃退法、4位、劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸、3位、孤狼の血レベル2、2位、ワイルドスピードジェットブレイク、そして今週の第1位は先週に続いて東京リベンジャーズ。以上、蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングご紹介しました。さて今週は仮想現実空間を創造して世界を支配するコンピューターを相手に戦いを挑む男の死闘を描いた SF アクションの1999年公開アメリカ映画マトリックスのご紹介ということで、では川村彩乃による赤ん坊でもわかる1分間くらいのストーリー紹介です。ニューヨークの会社でしがないコンピュータープログラマーとして働くトマス・アンダーソンには裏世界の凄腕ハッカーネオというもう一つの顔がありました。ある日ネオはディスプレイに現れた不思議なメッセージに導かれるまま謎の美女トリニティと出会います。そして彼女の手引きによってある男と出会うのです。そこで見せられた真実の世界とは、かつてない映像表現が話題となった近未来アクション大作です。はい、ということで現在シリーズ4作目、はい、マトリックスレザレクションズが公開中ということで、もう全世界注目だったんですけど、川村さんいかがだったですか、マトリックス。ねえ、私1999年、はい、だからそのオープニングでも話したんですけど、うん、子供の頃7歳ぐらいの時に公開になって、はい、テレビでしてたのを見て、うん、あの有名な銃をこうのけぞりながら避けるシーンはすごく記憶にあったんですけど、うん、はい、改めて大人になって見てみると、うん、あ、こういう物語だったんだって思うのがあって、うんうんうん、で2時間を超える、はい、結構長い、そうだ ね、2時間19分、はい、はい、なんですけど、でもこんなにあっという間に感じるんだって思うくらい、はい、次から次に展開があって、うん、すごくドキドキワクワクしました。そうだね、はい、まあ、いわゆる仮想空間みたいなものが描かれるってことなので、もう世の中にこんなものがあるのかとか、こんな世界があるのかみたいなのを映像で表現していくみたいな、はい、まあ、夢の世界を見せていきますってことじゃないですか、だからやっぱ映画の歴史って技術開発の歴史でもあって、一番最初そのルミエール兄弟っていうのがいて、はい、で映画の父と言われてたりとかするんだけど、一番最初映画ってさ、そのでっかく映りますってことよね。おー、うん、まずまずは、はい、で、あとはあの連続した写真を見ることによって本質が見えるっていう。で、一番最初は馬が走っている映像を、馬って一瞬4本の足全部が離れている瞬間があるっていう、
説を唱えている人がいて、はい、いやそんなことはないよっつった。だから空中浮いている瞬間がある、いやいやいや、どっかの足はついてるはずよってなったけど、はい、映画で一コマずつ見ていったら、ほら離れとるじゃんみたいなことがわかるということも含めて、で一番最初に公開された映画はその街灯に映された列車がホームに向かって走ってくるって映像を映写機から初めてフィルムで流した。たら街行く人たちがうわーってなったっていうのがその映画の始まりって言われていて、その時からみんなをびっくりさせるっていう、はい、異空間に連れていくっていうのが映画の役割でもあったわけですよ、はい、もうそれの最たるものだよなと思っていて、でやっぱ映画を語るっていうのは時代を語るっていうことでもあるので、はい、これ1999年というのがポイントで世紀末なんですよね。ああ、そうですね、はい、2000年を目前に。でひょっとすると世界中がノストラダムスの大予言とか世紀末思想みたいなのがあったりとかするからなくなるんじゃないのっていう。あった。だから脳内でだけはこういったその仮想空間みたいなので遊ぼうとか、なんかいろんなことが考えられていて、でやれることはやっとこうみたいなのがあって、でやっぱ映画の驚かせ方で言うと、この1999年の7年前にジュラシックパークが公開されていて、もういわゆるコンピューターグラフィックスの世界の反映というか、うん、もう飛躍が半端なくって、どこまで映像でできるのかっていうことをずっとアメリカ映画はやってきたわけですよ、の1999年の最たるものがこのマトリックスみたいな、はい、だからその時代の先端の技術がものすごく潤ってきたっていうことと、はい、世紀末ですっていうこと、みたいなのが、あ、この映画の象徴みたいな感じだよなと思ってね、はい、なんか映画の中で AI っていう言葉もいっぱい出てくるんですよ、はい、人工知能とか、うん、今でこそ最近になって AI とか人工知能を私たちも生活の中に取り入れたりとかしてますけど、うん、もうこの23年前の映画の段階で、うん、AI や人工知能をもう当然のように使ってたっていうことが、うん、はい、あ、なんかすごいなって思いました、ね、いつ見てもなんか新しいし、うん、近未来って言えるような作品だなと思います。そうだね。だけど、はい、あのスタンリー・キューブリック、はい、もう映画ファンの方だったら名前を聞くとわーってなるけど、うん、そのスタンリー・キューブリックが2001年宇宙の旅を作った時に、はい、その人工知能がいて、はい、で人工知能が反乱をするっていう話だったの ね、 そうですよね、はい、であの時は、うん、その宇宙に行って時間を過ごすってことも珍しかった、はい、だってアポロのその生中継をみんなが見たのの方が後なのね、はい、それすごいですね、映画の方が先なのよ、でってなるわけ、はい、でしかもアポロの中継はモノクロだからね、映像が、ね、なのにキューブリックはカラーでやったわけよ。確かに。だからそうすると後の NASA の乗組員の方、エンジニアの方がおっしゃってるけど、うん、私たちは映画の最新技術の映像を見てあんなのを作りたいと思って作ってます、うん、だから世の中よりも映画が先ですって、はい、だからあれあの映画ってああだよねって、いや違うんです、エンジニアが映画を目指してるんです、だからマトリックスなんかも多分これを今目指してるエンジニアがいっぱいいて、はい、でそれがどん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 新しいものが作られていくってことになってって、でこのマトリックスが終わって世紀末大丈夫でしたってなったら、その10年後に今度アバターがあって、あえてなんかわかんない未生よくわかんない生物が自然の中にいますっていう、ちょっと穏やかな話、そこになんか今度は人類が攻めてくるみたいな話が出たりとかしてて、それも映像表現どこまでいけるかっていうことをアメリカが見せてくるっていうこととともに、やっぱ時代と共ぶれするんですよ、残る映画って、はい、だから今見てもあーってちょっと思うな、ね、そうですね、うん、技術的にもそうですけど、でも本当にこういうストーリー的な世界が来たら恐ろしいって思います、うん、俺河村ちょっと考えさせられる、マトリックスとか私見られません怖くってなんか途中でやめちゃいましたとかって言うかと思ったけど、はい、1.5 倍速だったら見れるんだね。1.5、 いやちゃんと通常再生で見ました。見ましたし、あの血がブシャーみたいな作品ではないので、はい、そうだったらちょっと本当にしんどいんですけど、うんうん、まあ、ちょっと過激な描写もありますけど、うん、私でも見られました。あ、はい、でもなんかムカデみたいなのがへそからギューンって入ってたのが、あの瞬間は見てないです。あと反り出すシーンとかも見てないです、はい、もうああもうこれは見られないと思ったんですけど、はい、でもある意味あのトムとジェリーだと思って見てもらえたら、はい、面白いなと思うの。だからどんなにあのぶつけられても死なない、ビヨヨヨヨンっつって、ね、いつまでもいるみたいな。そうです、仮想空間ですからね、はい、だから現実世界の中のあトムとジェリーがこんだけ実写で作れるんだって思ってもらえたら楽しいかなと思う。
今週はマトリックスのご紹介でした、はい、いやー映画って本当にいいもんですね。ラジオネーム袋のひげさんです、はい、久しぶりに聞けます。嬉しくなってメールしました。普段山で仕事をしていますが谷にいるとラジコは入らないので、うん、ラジオは入らないのでいつもラジコで聞いています、はあ、なのですが先月の現場から電波の入らない山で仕事をすることになり聞けていませんでした、うん、今日から隣の山に移動しました、はい、突然電波が入るようになりました、うん、なんならたまに 5G になったりするんです。へー、昨日何かサッカーか見てたらこのスタジアムは 5G が使えますずっと出てたね。近未来と思った。午前様様。いや本当に最近名前見てなかったねとか、はい、初めてだねみたいな方がたくさん、ありがたいね、楽しいですね。はい、滝地初投稿。おやった。先ほどボールペンのインクが出にくくなった時に、はい、あの湯気のところに当ててとかって話してましたが、あれはボールペンの先にアルコールをつけると出にくくなったインクが出るはずです。あ、そうですか、うん、いろんな方法があるんですね。ありがとうございます。そうだ ね、 ね、あとはね、ハピママからは6歳と4歳の子供、はい、を保育園に預けながら働いていますが、保育園でコロナ陽性者が出たということで、昨日からは保育園は休園になりました。子供たちを預けるところがないため、私も給食せざる得ない状況です。元気すぎる子供たちと家の中で過ごすのもお互いストレスがたまるなぁと、そして給料も減るなぁと考えていましたが、普段はリアルタイムで聞けない横山さんと川村さんのトークに癒されながら過ごそう。あ、嬉しいですと決めています。いや、力になれるように頑張ります。そうだ、ね、ありがとうございます。あとタモコ、はい、うちのばあちゃんも、おうおう、もうあの BS で水戸黄門ずっと見てますでいつもは帰り際見送りをしてくれるんですけど、はい、水戸黄門を見ている時は、はい、振り向くこともなくまたねーっていうだけですよつって面白いですもんねそうですよ ね、 ね、ネット時代劇チャンネルとか見てますよ。うん、うちのおじいちゃんもそうだね、はい、うちの母キヨもさ、お父さんがもう切った張ったみたいなのばっか見ちょっけどよ、お母さんもたまらんもう一んちゃんげなばっか見せられてよって言ってたけど、今親父が死んだ後母ちゃんがずっとそれ見てるやっぱね、思い出に浸りたい時もありますよね。そうなるんだろうね、はい、いやだけど、はい、ちょっとあのなかなか背中が丸まっちゃって、うん、アクティブに動けませんっていう方がたくさんいらっしゃるかもしれませんけども、はい、家の中で過ごす時間が多いので、家の中をきれいにして、はい、で家の中を快適に、うん、そして家の中を充実させるみたいなことをやってると背筋がピンと伸びるんじゃないかなと思います、はい、ではでは行きましょう。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もこの方です。ババさん、素敵な前振りありがとうございます。たまにはやりますよ。え、今日もそんな素敵な商品をねご紹介したいと思っておるんですけれども、はい、ちょっと待って、その前に、はい、気になったからちょっと調べてみたんですよ。ワイシャツの襟に入れるあのプラスチック、はい、あるよねあれね、うん、カラーキーパーとかカラーステイって言うんですって、はい、カラーっていうのは襟のことですよね、うんうんうん、だから襟の形をピシッと保つためにカラーキーパーっていうらしいですよ、うんうん、はい、え、雑学でした。あ、それだ、終わり、これだけ、はい、名前を教えてくださったんですね。へえ、洗う時には必ず外してくださいって書いてありましたね。そうなんですね。には、で入れたまんま洗って、うんうん、くにゅくにゅってなっても使えなくなったりとか、そうそうそう、外して洗ったんだけど、うん、外したやつがどこ行ったか分かんなくなってそうそうそう、あれってなるよね、あれね、そうですね、うんうん、カラーキーパー、アイロンかける時も外した方がいいみたいですね。なるほど、勉強になりました、はい、カラーキーパーでございます。ありがとうございます。知識でございました、はい、ありがとうございました。いや今日はですね皆さん、はい、水曜日からもうスタートしてるんですけど、3日間限定のタイムセール、水木金なんで、うん、今日がもういきなり最終日なんですよ。はい、一回こっきりのご紹介になります。はい、何かというと、あの高級クリーナー、ダイソンの
V8 スリム。お V8 スリム。いいやつ。めちゃめちゃいいやつ。はいはいはい。そうなんですよ。もうね、ジャパネット一の掃除機者ですから、私ね。え、親父。余計な、まさかの大好きなの親父。あ、そうですか、そうですか。もうね、こなってますね。もう私もいろんな、ね、ちょっとこらこらこら。もう私もね、いろんなダイソン紹介してきましたけど、はい、こんな使い勝手抜群のダイソンはないですよ。うん、まだこの後にほら V9 とか V10 とか V11 とか V12 までもうあるんですけど、はい、もうどのダイソンよりも V8 スリムは使いやすいです、うん、これがすごいんですよ。なぜかと言いますとね、はい、今までのダイソンって確かによく吸ってくれるんだけど、はい、ちょっと大きすぎるとか、はい、ね、重たすぎるとかあったわけなんですよ。小回り効かないんだよね。そうなんですよ。その弱点を唯一克服できたのが V8 スリム。このスリムがついてるかどうかっていうのが大事なんですよ、はい、というのは最大ですね 40% の軽量化に成功しております、うん、だからとにかく軽い。重さがたったの 2.15 キロしかないんです、ね、ってことは 200g のステーキは11枚ぐらい、まあ、そうですね新生児ちょっと軽ちょっとね小さい新生児、そうだね、ちっちゃい新生児、ステーキ換算ありがとうございます、はい、2.15 キロね、はいはい、だからとにかく軽いから移動も楽々だし、うん、しかもコンパクト。これあのスティックの長さをですね6センチ短くあえて作ってあります。ほうほう。ということは日本女性のちょうど腰の高さに来るわけなんですよ。なるほど。力が入れやすい、はい、取り回しがしやすいということにつながってくるわけなんですね、うん、だから V8 スリム、スリムがつくだけでまあ使い勝手が良くなるという、こんな進化版の V8 なんですよ、はい、これだけでも買っていただく価値が十分あるのにですね、はい、今回先端のヘッド、うん、フラフィーヘッドを使ってるんですよ。フラフィーヘッドって何ですか。いわゆるブラシのヘッドじゃなくてフェルトみたいなタイプの、先端のブラシです。ほう。これになると何がいいかっていうと、はい、今までのダイソンってちょっと回転する力があんまり強すぎるんで、うん、フローリングの床にねちょっと傷をつけたりとかあったわけなんですよ、はいはいはい、で今回のフラフィーになると、うん、なんとそのフローリング拭き掃除したみたいに綺麗にしてくれるというヘッドなんですよ。そう、だからダイソン持ってらっしゃる方が後からこのヘッドだけねフラフィーに変えて使ってらっしゃるという方もいらっしゃるぐらいなんですよ。だったらもう最初から標準仕様でつけようと、うん、ジャパネットが今回特別に先端はフラフィーヘッド仕様にしました、はい、だから今回正式な名前で言うと V8 スリムフラフィーっていう名前がついてるんです。ここまでの条件が揃うとそれは高いわけなんですよ、はい、ね、なのにさらにここにセット品もつけるんです、はい、これお布団のお掃除に使える布団ツールですね、これだとシーツを巻き込まずにお掃除ができちゃいます。便利なんですよ。布団も掃除できるのか。布団も掃除、これハンディタイプにもなりますからね、布団掃除使ってくださいよ、はい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 、そして毛先が硬くなってるハードブラシ、うん、これがあったら網戸の掃除とか。網戸掃除したい。そうか、網戸も掃除機でいいんだ、うん、掃除機でいいんですよ、はい、ね、あるいはこれ毛先が硬いんで、うん、あの車のフロアマット掃除するんですよ。普通はほらパンパンパンって叩くじゃないですか。叩く。叩いただけじゃ取り切れないものってあるでしょ。叩いても叩いても出る。出るでしょ、うん、だからこれで一回徹底的にダイソンで吸ってください、うん、めちゃめちゃ綺麗に取れますからね、はい、ハードブラシこの2つだけでも後から買ったら9900円しますよ、うん、それに加えて隙間用のノズル、はい、これがまた便利でね、うん、洗濯機の後ろに落っこしちゃったやつも全部これで取ることができますから、確かに、確かに、これめっちゃ便利ですからね。ダイソンだってハンディタイプにもなるし、うん、そうそうそう、背の長い、そうなんですよ、ね、もできるもんね、スーッと入ってきますからね、そうなんです。あのこれね、あのパイプの先につけてもいいですからね、はいはいはい、そうだから後ろのやつも取れますよ、はい、それからコンビネーションノズルとか、うん、それから充電用のブラケットとか、はい、こういったものもちゃんとついてきます。ほうほうほう。だから今回のこのセット内容本当すごいんですよ。9900円のものがちゃんとついてるのに、うん、本体と合わせたお値段フラフィーヘッドで49800円、はい、ほうほう、ただ本体4万円ぐらいか、うん、そうっていくところなんですけど、うん、さあ皆さんラジオショッピング限定でございます、はい、今日は RCC のラジオを聞いたとおっしゃってください、はい、この一言で1万2000円引きいたしまして、お今日まで3万7800円なんです、素晴らしい、めちゃめちゃ安いでしょ。ただですね、はい、なんでラジオだけでやってるかっていうと、うん、テレビショッピングとかでやるだけ数がもう残ってないんですよ、はいはい、正確な数でいうとね、今全国で697台、
697台。700台ない。広島で返しますぜ。そう。いや、だって、今日ね、全国で60曲ぐらいで紹介するんで、はいはいはい、1曲あたりもう10台しかないってことなんですよ。なるほど。わかります？だから RCC 沖の皆さん、10台。10台ですよ。はい。だからもうこっから受付スタートで早い者勝ちの10台ということになりますんで、はい、あの、分割も使えますから、うん、月々3200円コースで今日はダイソンオーナーになれますので、はい、できるだけお早めに、0120-441-555番、0120-441-555番でお電話お待ちしております。俺今ふと思ったけど、うん、俺先週末ね、はい、部屋の掃除をしましたね。一生懸命やりすぎて、うん、1週間赤切れで悩み続けてるけど、これダイソンのこれがあったら、ハンディタイプにもできて、ホコリとかガーッと吸って、一回吸った後に拭くから、そう、もっと楽だったんだよね。そういうことですよ。隙間ノズルとか使えたでしょうね。そうなんだよ。コンビネーションノズルとか、ね。サッシの間のところとかもさ、全然本棚とかすげえちゃんとやったの。こんなやることないぐらい、3分の1の水拭きの時間とかでよかったですか。本当ですよ。こういうのをちゃんと使うべきだよ。そうですよ。いいのがあるんだから使ってくださいよ、ちゃんとね。いやいや、ぜひぜひこの料金ではなかなかということなので、はい、悩まれてる方はとりあえず馬場さんに聞いて電話しましたと言って、うん、詳しいこと聞けばいいですよ ね、 分かんないからね。そうです、そうです。またコールセンターで聞いてください。はい、わかりました、はい。週末何するんですか？週末は、うん、今度はね、ちょっとある試験をちょっと受けに行かなきゃいけない。おお、そうなんですよ。それは言えるんですか今？それ言えないです。言えないんですか？ちょっと試験を受けるんで、今勉強中なんですよね。すごい。気象予報士頑張りますとかね、頑張ってきます。はい、無駄。ほら、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 頑張りますよ。またじゃあお話伺わせてください。合格したら、お教えします。なんだろう、気になる。あの、試験会場で問題写真撮って送ったりとかしないでくださいね。しませんよ。しません。大丈夫。今週もありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日も馬場さんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は蓋とかキャップとかでお送りしています。はい、今日が最終日ですが、ラジオネームマリテンさんです。うん、蓋の話ですが、早起きをしてちょっと時間に余裕がある日は、うん、朝お風呂に浸かり、体だけ出してお風呂の蓋をして、うん、ゆっくりとメールを打ち、体の芯まで温まります。はい、普通に浸かるとなかなか我慢ができずに出てしまうんですが、うん、メールは割とすぐに時間が経ち、顔から汗がダラダラと出て温まります。うん、はい、今日も楽しい時間をありがとうございました。ほう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 。朝風呂でメールを打つ、俺風呂場でメール打つのは、はい、まず無理なんですよ。まず老眼鏡がかけられない。曇りますもんね。はい、そうですよね。うん、いかにしても曇りますよね、きっと。うん、で本当ラジコ、はい、ラジコピッてやってそのまんま持ち込んで、はいはい、でそのまんまうだ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 してますね。うん、私結構もうお風呂に携帯電話を持ち込みますね。チャック付きのビニール袋に入れて、はいはいはい、きちんとチャックをして、うん、あとはそのお風呂のバスタブにかけられる台みたいなの買ったんですよ。うん、でその台にいろいろ水とか、うん、タオルとか、うん、その携帯とかを置いて、うん、でも浸かりながら見てます。動画見てます。あんまり長風呂をしないけど、はい、俺いつも言うけど一番最後に入るから、はいはいはい、そうです、ね、そうするとぬるいのよ。はい、で追い出きする勇気もないから、だからまあゆっくり入ろうかと思って、はい、ラジコ聞いてんな。うん、だしそまるとか、それこそ南国の夜とか、はい、テレさんのとことか、あなんか久々聞かなきゃなとかって思いながら聞いたりとか、はい、うん、時たま友人賞自分で聞いたりとか、はい、うん、するな。お風呂時間のね、過ごし方はそれぞれありますよね。うん、あるね。ね、チャット出て、ね、チャット入ってチャット出るって人もいますしね。うん、もう肛門だけ洗ったらもうおしまいみたいなね。それウォシュレットと一緒じゃねみたいな人もいるしね。ね、ちゃんと多分髪も洗われると思いますよ、そういう方は。昨日さ、そういえばさ、ネットフリックスを見ようかと思ったけど、アマゾンプライムで、そのマトリックスの新作を28日から見られる。って言って、まあ、有料だけど、ね、うん、だからあ見ようかなって夜中の12時過ぎぐらいに思ったの。はい、でアマゾンプライムに行ったの。
だけど分かんなかったの、ええ、でひょっとしたらだから今晩からかもしれない、ね、うん、そうですね。で昨日28になったばっかだったから、はい、28日からって書いてあったからまだかなとかって思いながら、はい、でこうやって見てたの、ええ、だからなんか官能的な映画っていうのがいっぱいこうバーっとあってさ、でそれをこうやって見てたの、はい、だから18歳からじゃないと見ちゃダメですよとか、なるほど、15歳からですよ、ありますよね、ありますよね、でちょっとなんか見たいなと思ってで18歳からみたいなのがあってさ、はい、なんとかの2日間っていうのがあってさ、へ、ですごい綺麗な女の子がちょっと能書きたれの新聞記者の前にやってくると、はい、でこの2人がお風呂に閉じ込められる、裸で、はあ、っていう話だったの。でその写真がむっちゃ綺麗だったの、女の子が、うん、ちょっと見ようかな、早送りで見ようと思って、それこそ、はあ、で頭だけちゃんと見たの、え、たら新聞記者がさ、なんかタン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 個人レッスンしようとかつって。個人レッスン。でもいきなりさ、なんか君は私のことどこまで知りたいんだとかってチューしたりとかしてさ、はあ、おいおいこのじじいかとかって思ったけど、いいな、むっちゃ綺麗だなこの子と思いながら、でその子にちょっとシャワー浴びてきなさいとかつって、でシャワー浴びてるのずっと見ててさ、うん、で今度自分も脱いで入ってったりとかして、でガチャって閉めたらそこの扉が開かなくなって、でそっからその二人が丸一日だから、はい、もう二日間にわたって裸のままお風呂場に閉じ込められるっていう話だったの、はい、でこの後どうなるのかなと思ったら終わるまでずっと風呂場にいたって、うん、おいこれどうなってんだこの映画よと思ってその場で物語が終わったんですか。終わった。へえ。90分ずっと裸で風呂場で男が脳が汚れてるだけの話でなんだこれと思った。でも最後まで見たんですね。見た。まあ壮絶綺麗だったんですよ、女優さんが。入り口が違っても、うん、まあそうですよね、女優さんに憧れますもんね。わ、ね、かります、わかります。はい。続いてラジオネーム尾道のカープ坊やさんです、はい、段ボール箱の蓋を互い違いにして閉めることがあると思うのですが、あるある、今でも私はあれが苦手です、うん、頭の中ではわかっているつもりでもいざやってみるとあれ組み合わせ方が違うということがまあまああります。うん、私だけでしょうか。ああ、段ボールさ、はい、うちの親とかもそうだったけど、ええ、いろんなものを送ってくるじゃん、はい、季節のものですよとか、はいはいはい、お米ですよとかお餅ですよとかって送ってきてたけど、ね、段ボールをさ普通にあのペコンペコン横もペコンペコンって普通にやって、はい、ガムテープをジャーってやる人とクロスさせる人がいいんだよね、はい、いますね。あれクロスさせた方が弱くなるんだってね。ああ、そうなんですか。組んだ方が強そうに見えるじゃん、はい、で宮崎から来る荷物は必ずダンボールを組んだ形っていうかさ、風車みたいな雰囲気にこう、はい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 、して組んでたけど、しますよね、互い違い、はいはい、あの方が弱いんだって。そうなんですか、はい、意外ですね。意外だよね、うん、でもなんかそのガムテープのゴミも減りますし、うんうん、畳むときに畳みやすいので、ね、うんうん、そっちの方が、はいはいはい、そうだね、そっちの方がありがたい気がしますけどね、中身に入れるものによっては。そうだね、うん、続いてラジオネーム98さんです、はい、蓋とかキャップとかというテーマですが、うん、炊飯器の蓋を開けたら滴り落ちてくる水滴、うん、どうにかならんもんかなと思っています、はあ、開けるたびに布巾を用意して水滴が落ちる前に拭くようにしています。うん、高級なの買ったらいいかもしれないいやでも高級なの買ってもやっぱ落ちるんじゃないですか。いや、なんかやりますよきっと。そういうのでも野菜炒めとか、うん、まあ、炊飯器ではないですけど、フライパンで作るときにどうしても水滴が蓋につきます、はいはいはい、あの水滴は、うん、その野菜の旨味とかがかなり入ってるので、うん、あ、そうかそうか、落とした方がいいって、その入れちゃった方がいいっていうのは勉強 しました。なんか聞きました。へーってことは蓋もでもすごい綺麗にしとかなきゃいけないってことよね。まあそうですね、ちゃんとしっかり洗って、なんか鍋は洗うけど蓋は洗わないって人がいるじゃんあ、でもそれあります。ゆで卵とか作ったとき、まあ、いっかって思うときに。あ、アニアさん来た。アニアさん、すいません。お菓子ありがとうございました。ありがとうございます。入ってきます。どうぞどうぞ。黒ずくめのアニアさん。黒ずくめ。危ない人来たかと思った。私もちょっと目を合わせないようにしたんですけど。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いかがですか？手締めに差し入れ。
ラジオ聞いたいってね。一個足りないって言ったから。そう。いやーもうすみませんアニヤさん。いやいやいや。川村なんて昨日番組休んだのに手ぶらで来たのに。あそうなんだ。そう。アニヤさんとかあるからいいかなと思って。そうそう。いやいやね夕方のあれ。あ、そうなんですよ。そうなんです。もうあれずっと見とったら、うん、いや中根さんがずっとお元気そうで本当に元気だけですよ。とりえばいやいやいや今から練習パチンコでしょ。はい。力強い。途中やったから。そう、アニヤさんがうちの会社の時必ずパチンコ屋に寄る前に。そうそう。でももう生活リズムとかは戻されましたか。いやもう全然ですよ。あの朝散歩して、またちょっとパチンコ行って、で。アニヤさん立ったままで喋られてますけど。すごい自由。はい。じゃあまた。分かった。ありがとうございます。本当すみません。なんかありがとうございます。あの遅れてごめんね。いいえ。本当はこっちがね。優しい。お見舞いをしなきゃいけなかったので。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。自由。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。はい。ありがとうございます。ヒーローインタビュー私選手みたいな感じで帰ってて両手上げて もうスタンディングオベーションです。優しいですねアニヤさん本当に。いや本当ねえ。でもね今こうやってスタジオで話されてる時も、マスクを外さずに気を使ってくださって、優しい本当にねえ。はい、今あれなんだね、髭三つ編みにしてんだね。いやマスクだから分かんなかったじゃないですか。レゲエの人かと。せっかくレゲエの人じゃん。アジアさんレゲエと一番ほど遠いと思いますよ。よかったですでも元気な姿に、今年初めて会った、ね、そうでしたね、明けましておめでとうございますでしたね。あ、しました日本一って言ってもらえばよかった。確かにそろそろ聞きたい。目の前で見たい、横山さんのエセ日本一しか聞いてないですからね。自由だなあーつって脳天親父、はい、から何年か前の集合研修で、最終日前日の夜に打ち上げをしようということになり、飲食がダメの研修施設に資料を装い台車に乗せてアルコールを持ち込みました。一緒瓶の蓋を開けた途端、蓋とともにプシューと中身が天井まで届くほど吹き出しました。発泡酒などで台車が振動で吹き出したようです。声を出すわけにもいかず、12人の参加者全員が無言で部屋の中を必死に掃除して打ち上げどころではありませんでした。怒られます。罪は大きいですよ、バレた時の。そうね、でもこういうのしたくなるよ ね、まあ、ねちょっとダメだよって言ったけどちょっといっぱいだけ飲もうかみたいな。なるよね。覗くなと言われたら覗きたくなるように。うん、あとはタマコ、はい、初メール、私は洗面所周りにあるアイテムの蓋をきちんと閉めることができません。あら。化粧水、歯磨き粉、ヘアスタイリング剤などなど、蓋と本体が一体型になっているものでさえそうなってしまう。だから使い終わる頃には蓋が行方不明のものばかりになります。はい。使い始める頃にはちゃんと蓋をしようと毎回思うのですが、できた試しがありません。どうにかしたいんですけど、まあいいかと思う性格なんですよね。閉めるたびに何か呪文を唱えたらいいんじゃないですか。ほうほうほう。ハッピーバースデートゥーユーと。ヒゲ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 アニヤのヒゲ。なんでまだアニヤさんに引っ張られてるんですか。だってびっくりしたんだ。びっくりはしました。パッて見たらなんかもう巨大な塊みたいな。私もなんか誰か例えば会社の偉い人が入ってきたのかなと思って、出現したかなと思って、すごい頭を目を合わせないまま頭をものすごく巡らせたんですけど、アニヤさんでした。黒ずくめの。きっと嬉しかったな。そうですね。あとあやとも、ふたといえば臭いものには蓋で、子供の頃ポットン便所に蓋がついていましたよね。だっただった。プラスチックのものや木の蓋もありました。今は知らない人が多いでしょう。私も久々に思い出しました。 あんまり浮かばないですね。蓋してたね。ただまあ今のトイレも蓋あるからね。あ、まあそうですね、便座の蓋、そうですね。だ一緒っちゃ一緒なんだけどね。自動で開閉する、あと時たまさ、それこそ水洗トイレのあの水が溜まってるじゃない、ちょっとだけ、ありますあります。あれがなんかのた、なんか、なんかでさ、水圧の関係かなんかでちょっとだけ少なかったりすると妙に匂ったりするよね。ああ、そうですね、そうですよね。だからあの水分が匂い止め
だったりとかするんだろうね。乾燥するとどうしても匂いが立っちゃうとか、うんうんね、あるかもしれないですね。ちゃんと全てに意味があるんですね。あとはラジオネーム猫耳おやじさんです、はい、最近は珍しくなくなりましたが、カップのホットコーヒーの飲み口がちょこんと飛び出した蓋、うんはい、慣れるまで熱いコーヒーがいきなり口の中に入ってくるので怖かった。俺今もいいや。怖いですよね、うん、もう部屋の中でそのまま飲むときは外す。はい。だけど乗り物とかの時はあのまま飲もうとするけど、はい、やっぱ最初怖いよね。怖いです。くる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 。やっぱり熱いって。おいおいおい。いや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 。まあ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 と思いながら。プラスチックの部分が温度がそんな高くないので、うん、大丈夫だと思って油断しちゃうんです、ね。なんかさポコンって出てるじゃん。出てます。あれで距離感が分かんないんだよね。あと、うん、あれがあることによって、うん、服にちょっとちったりする時、はい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 、テンって、あと全部飲み切った後ちょっと残ってんだよねで油断してあもう、ま、もう俺もう服についたもうとかって思うちょっと残ってんの。そうなんです、ね、飲み切れないんだよね。そうですそうです、いろいろね、うん、ありますよね。文句ばっか蓋にありがたいと思う時もあれば蓋があることによってなあと思う時もある。いやこんな文句言う口には蓋をせんにはいけんね1週間がまとまりました、はいはい、ありがとうございます。ほう、今週は蓋とかキャップの話をお送りしてきました。それでは来週のテーマを発表します、うん、来週は明かりの話、光ですね、明かりの話をテーマにお送りしていきます、はい、お家の照明や街灯、そして車のライト、あと懐中電灯などなど、いろんな明かりにまつわるエピソードを教えてください、はい、例えば玄関の照明をセンサー付きのライトにしています、うんうん、でも最近調子が悪くて反応が悪いので、何もない空間で手をバタバタ振って自分の存在を感知してもらっている。やるやるやる、うちも玄関の方がそう、はい、うん、そうです。私も玄関で、うん、あのゴミをまとめるっていう日課があるんですよ、はい、うんうんうん、玄関にガムテープを置いてるので、うん、だけどそのガムテープでこうまとめてる間にファッて切れる。わかる。でもおいおいってもうなんかもう手を動かしたりとかして、もうつけ早くもうわーってするよね。ゴミ持ったまんまこう重いゴミを持ったままこう移動したりとかしてやるやるやるしますよね。最近多くなりましたよね。すごい腹が立つよね。あの自動でパッと消えた瞬間って思うよね早くない切れるのって思ったりします。はい、はい、などなど、来週は明かりの話をテーマに御前様会議お送りしていきますので、皆さんからたくさんのお便りをお待ちしています。さてさて、この時間になりますと御前様クイズのおさらい、そして当選者の発表ですけど、今日は私から、はい、蓋とかキャップとかで問題を出させていただきました、はい、ちっちゃい頃親にいろんなこと言われたんですけど、その中で覚えていることで、ペンの蓋にまつわるものがありました。はい。一体何と言われていたことを覚えていて、あ、俺言われてたこと実践してないわと思ったんでしょうか。はい。が今日の問題でしたけども、うん、ペンの蓋は外した後お尻につけるとバランスが悪くなって字が綺麗に書けないから、うん、お尻にはつけない方がいい。って親父が言ったのを未だに覚えていて。なるほど。でキャップを取ってお尻につけるたんびに、ああ守ってないわって思うが正解でしたけどもね、はい、つけるもつけないもどちらの気持ちも分かる気がしますね、うんうんうん、はい、じゃあ今日すべての方を対象とさせていただきました、はい、発表します。ほう、富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋、ラジオネーム立島トラコさん、腹ペコマユミンさん、うん、ポムリンさん、3人の方にプレゼントします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。召し上がってください。はい。ラジオネーム、内気なうっちゃんさんです。うん。今日も聞いてますよ、と。今日は笑わないぞ、と思って毎日聞いていますが、うん、いつの間にか口角が上がり、声を出して笑ったりして、変なおばあちゃんになっています。うん。放送のない土日は、ちょっと寂しいです。ああ、なんで、最初に、絶対笑わんけねと思っとるかってことで , 笑おうでいいじゃんせっかくじゃけなんで最初その敵対心から入る内気なうっちゃんからしたらもしかしたらゲームなのかもしれないですね。うっちゃんさんからしたら、うん、はい、なんか今日笑わないぞと思ってこうちょっとゲームっぽく対決風に楽しむっていう、うん、で、あ、負けたわって思ってくださるんじゃないですか最初から緩やかにあ、じゃあここでちょっとリラックスしようかって入ってきてくれたらいいのに、はい、笑わんけね悔しい、もうまた笑わされたみたいな今日は12分だったとか
よし、今日は30秒一回笑ったけども次から笑わよ。どんな仕様や。そうですね。ラジオネームおじゃまパジャマさんです。はいはい。昨日の夜ご飯は久々にカレーを食べました。 お風呂上がりに食べましたが汗が止まらなかったです、うん、でも美味しくいただきました、はあ、朝もカレーを食べ、うん、今日は朝から満腹です。ああ、俺も昨日昼ご飯、はい、またカレーのナンを食べに行って最近週一で食ってんなって。羨ましいですね。私はさすがに先週食べきりました。今週はポトフです。ポトフの1週間です。そうか、ポトフって言ってたね。なんかわかんないけど汁なし担々麺今年1回も食べたらよくって、ああ、なんかちょっと気分が違うんだよねって、はい、お昼間がっつり食べたいんだよねって言って妙に腹が減るんだよね。いや、わかります。絶対でもそれはもうお正月からの胃の大きさですよ、うん、絶対そうです。だってその2日前か、はい、その俺がケーキ買って帰ったら、あ、家に住んでる女の人がさ、はい、おはぎ買ってきてたっていう話したけど、してましたね、昨日も、はい、そのショートケーキ残ってたのとおはぎ残ってたの両方食べてさ、それでも、甘いもの2つ食べたかなんか塩気のもんで探すの自分が。わかります。常になんか欲しがってますよね、欲しがる。でも本当も体重計ちゃんと乗った方がいいですね。いや、誰か本当俺におっぱいをちょうだい。本当もうなんかもう口が寂しいからさ。誰でもいい、おっぱいを。いやいや、それを求めてるんですか、うん、新鮮なおっぱい。いやいや、もうそれだったらもうマックシェイクを飲んでください。昨日の話で言うと。そうか。マックシェイクはそうらしいですから。また太るからね、マックシェイクはね。横山さんの豆知識で言うと。でも楽しいこととか、はい、幸せなことを求めていらっしゃる方。ええ。で、この週末を迎えて、はい、またせっかくの週末でまあまあお天気もいい暖かいみたいだけど、はい、外に出る雰囲気でもないしなと思っていらっしゃる方、しばらくまたねトンネルに入ってますけど、はい、このトンネルを抜けるとまた明るくなったりとか、うん、雨が降ってるけどもまた雨の後晴れるよと思うし、はい、雲があったらその上は青空だよと思ったりもするし、うん、はい、明けない夜はないですよと思ったりもしますが、え、春が来ると横山万博をやらせていただきますが、はい、ようやく日にちを発表して良いということになったので、横山万博4月の9日に開催をさせていただきます、はい、東広島芸術文化ホールクララで時間は、夕方の4時30分お夕方16時30分から開催、はい、でチケット発売が来週の火曜日、はい、SNS 先行予約がスタートして一般発売は2月の27からということになりますんで、はい、ぜひ4月の9日皆さん横山に会いに、あといろんなゲストの方々に会いに、はい、それを楽しみに、はい、また週末過ごしていただいて、そして御前様様来週も元気にお会いできればと思います。はい、ではまた来週、さらばじゃー。